はい、改めまして、中田です。よろしくお願いいたします。でまず最初に一番最後のところで言うんですけれども、最後の方は皆さんさっさと帰っちゃう方がアニメだとなると多いので、最初に写真とかやってますね。でこれはですね、基本的に NDDC さんがいらっしゃらなかったらどうにもならないご集団です。去年昨日とかは準備いらっしゃった方はお分かりだと思うんですけども、NBDC の方がものすごい勢ぞろいでいらっしゃって、サポートしてくださってから、成立しているということになります。それから DBCS で、今日は DA で、DA かつ講師の小野さんと中田さん、中田さんを紹介しちゃいますけども、が今日は担当されている DBCS の方で、赤字で書かれている方が今年から入られたというか、今年の社企協力者というか、あまり一緒にやられている方ということになります。一番大きいのは先進ゲノム支援ですね。進学期の先進ゲノム支援で黒川先生が本年から世話人として、入ってきたおかげで、メタゲノム改善ですね、あさっての小泉先生、それから、それから、東先生、後ろに座っていらっしゃいます。今日もちょっと軽く言えば入ってくださるということになります。東先生が、配信ですね。私ぐらい以降の世代になると、配信って飲み物じゃないかって思ってくださる方が結構いらっしゃると思うんですけど、若い方は何それっていうことですね。世代は。ということで、先進ゲノム支援の方が入ってくださってるから、割と私も、今年は相当楽にやらせていただくということになります。それから、アグリバイオ本体としては、寺田智子さんが後ろに世話されています。それから、パソコンを渡してる後ろの方で見えてるんですけども、あの方がアグリバイオの三浦さんという方で、いつも裏方の方がいるようになります。こんな感じで今年度をやらせていただきます。で早速もう本体でスライド30からいただきます。よろしいですね。ご宣伝しますからね。基本的には右側で公開資料と報告しつつ、左側で実際の作業を報告しているという感じになります。でスライド31でマルチパスタバイトを使うというところになります。でいきなり何のこっちゃって呼ばれるかもしれませんけども、この辺りの予習は当然されてきていると思っておりますけど、よろしいですね。こういうふうに言われて何ですかって質問なのかもしれないと思いますけども、お昼休みですので、お気合いで教えているということになります。でこれ自体はバックバイオの生データを HCAP というアセンブラーを使ってアセンブリした結果ということになります。そのあたりまでが確か昨年度の講習会の第3部ですからね。もう私もほとんど全部の論文なんですけども、それでやった結果ということになります。アセンブリまでやったのが昨年度で、今年度はアセンブリやって、はい、アセンブリングボタンポチッと押しました、アセンブリ終わりました、はい終了ですというわけではないというところで、実際その後の作業は結構大変なんですよ、どんな感じでやるんですか、みんな基本的な時にいろいろやる必要なんですよっていうところ、そのあたりの細かいテクニックをいっぱいところを学んでいながら、皆さんの実際のそれぞれの研究というテーマに役立てていただくというのがコンセプトということになります。ではターミナルをもう立ち上げていらっしゃると思いますから、仕上げていらっしゃると思いますが、どうですかね。私もこれ、講義資料を1ヶ月以上前に作っているので、中身をほとんど忘れてるんですね。今、ABS 配布のリザルトを書いてますけども、これは、今皆さんどんな感じになってますかね。あれ、左側のやつと同じような感じになってますよね。なってますね。若干私今うろたえてるんですけどさあどうしよう。
バックアップの中に確かリザルトリップってあるんですよね。ありますよね。でそいつをまあどうにかしてコピーしていくするところからやってくださいという、やってください。はい、でやり方自体はスライド26ですね。スライド26って書いてありますよね。バタバタしてるふりをしてる、実はしてるんですけども、このスライド日中、これ長かったんだと思うんですけども、当然これは、この辺りは言わなくてもついてこれますよねっていうきっかけなんですよね。コントロール概念じゃないのか、そういうのはこれ見て、これが何のことかわからないって言ったから、やばいです。大丈夫ですかね。作業ディレクトリがデスクトップのマップシェアで、そのところにリザルト ZIP っていうファイルがあるという状態にする。それが、今皆さんがやらなければいけないということになります。それがこのスライド30 の、 処理状態なんですね。のウェブページのところの、まあ、基本的にはこの CP でバックアップリザルト ZIP ってやって B クリックでコピーしてペーストってやるんですけども、まあ、ダブルゲットで多分やれるとは思うんで、まあ、どうしてもやりたい人はダブルゲットでゲットしていただいても構いません。32の状態にこれでなっているはずなんですけど、まだこの段階になっていない方、なっていない方、はい、大丈夫ですか？ついていく。もう一人は、ついていく。じゃあ、お願いします。待っていただきたいと思います。はい。結構わかります。はい、後ろで手が上がってて、TA がついていない中に、サポート何か入ってあげてください。まあ、できている方。横の方とか覗いてあげてください。よろしく。まだついてない方であげてください。はい、お願いします。お課題ですか？ああ、はい、はい。まだ手上がってらっしゃる方がいらっしゃいます。隣の方見てあげてください。両サイドの方見てあげてください。後ろの方残してあげてください。よろしくお願いします。よし。TA さんついてなくて困っている方いらっしゃいますか？じゃあ行っちゃいましょうか。スライド32のところで一通りザバーってやっちゃってください。スライド32のところでやっちゃってください。基本的には左側の方に示してありますように対応するコード書ですね。このところを見つけて何かやっちゃっていただければ大丈夫です。
ここがどこっていう方はいらっしゃらないと思うんですけど、まだ許します。ここがどこっていう方は教えてあげて、なんか教えてもらえる。左側では一応コピーしたのでコマンドを打つとします。こんなところですね。はい、スライド33に、まあ、スライド33ですね。これは改装した後に1番 LS-N でリザルトアスタリスクってやってます。でこうすることで、作業ディレクトリ中のリザルトホニャララ、ホニャララってやつを全て表示させているということですね。ABS で中身を確認しているだけですね。で、リザルトディレクトリの中に、この赤枠でですね、示したような4つが入る。が存在していることが分かります。やつがパックバイオ用のゲノバアセンブリープログラム HMAP の主な実行結果ということになります。こいつですよ。こいつが主な実行結果ということになります。拡張子がドットパスタっていうふうになってますから、運用を始めるともういいやと思って出てないけど、ね。はい、じゃあ見ましょうね。はい、これがマルチパスタ形式ファイルということになります。マルチパスタ形式ファイルというのは専門のやり方ではないです。シングルパスタであるとしてもドットパスタがついていますから、まあ、マルチというのかマルチみたいなものですね。パスタ形式ファイルもやります。ここら辺まででおそらく自動化すると思うんですね。で私のポジシーとか方針っていうのが分かっている方は、そうだそうだ、これぐらいでどんどん進んでいけるって思うんですけども、あんまり準備しなかった方はですね、これやばい、時間の無駄なら帰ろうかなっていう方向の方も多分何人かいらっしゃる。ついていけないなって思われる方がいらっしゃる。はい、スライド34から35に移行します。スライド35は何をやってるかっていうと、これ1行分ですね、この LS-LD リザルトアスタリスクってやつが1行分、2個分だけコマンドで移行してるだけです。これですね。それは左側のやつでいうところのこれですね、こいつ。スライド32から35のやつのこれです。この行だけをコピペして実行したときに相当します。スライド35です。説明です。はい、ここですね。1番で言ってるのは LS-LD、ね。LD っていうやつを入れしとけば、ディレクトリの中身を非表示、表示しないようにしてくれますから、こんな感じで見えるんですね。リザルトっていうディレクトリがそのまま置いてあるということになります。
だから中がすごくなんかたくさんファイルがあったりとかするとずらーっと画面が流れちゃったりしますので、そういう時にこのなんとか LD ってやつは便利ということになります。ちなみにこれは第6回の W11 の次というところでも一応説明はしてあります。 LX-L と LX-LD ということで D がつかないかという違いというものは3で示した部分の違いでも、いつも行政であることがお分かりいただけるのではないでしょうか。本件はスライド36です。今ずっと説明しているのは第7回の銀行の方ですね。銀行の方をスクリーンショットを撮ったやつなんですけども、ページ104です。104ページのところの右下の部分がなんか分かった部分になります。ちなみに今日は私が教える部分のやつっていうのは第7回第8回の原稿のですね、最初の方に写真もありましたけど、谷川さんという方が同居者で、この方にいろいろと教えてもらいながらやったものになります。谷川さんが作られたプログラムなんかも今日の評価したかどうかで、使わせていただきます。で今、赤枠あたりをやっていて、でこの後、このですね、赤色の仮説部分ですね、Linux の基本コマンドとか、R を駆使して、このファイルの全体ですね、このファイルっていうのは、なんとかなんとかどこかしたっていう、HDF のアセンブリー結果を知るということになります。それをいろいろこう、コードを使って、で大まかに把握して、ある程度、これどんな感じのアセンブリー結果なのかなとかっていうことを予想立てる。そんな時に、細かい方法ですが、役に立つというような話になります。一応、この HDF のアセンブリー結果自体は、DDBJ パイプラインというウェブツールを使ってやった結果になりますから、ウェブツール上でのこのベーシックスタティスティックですかね、基本統計影響のあたりで大体コンテクスト4つでとかっていうことが分かってはいるんですけども、一応 Linux 上でコンテクストが4つであることを確認するのはどんな感じでやりますかなみたいな話がこうスライド37ということになります。でスライド37なんですけども、まずこの1番のところで CD リザルトで、リザルトディレクトリに移動して、PWD に確認して、それからこの2番のところですね、ブレイクファイルの C 使って、コンティグスを表示させて、今、コンティグスを取り出すんですね。でマスター形式ファイルですから、このブレイクファイルの C のところで、何でディレクトするかということですね。ダイナリマークっていうものを含む共通をカウントするということになるんですね。で、3番のところでやってるのは何かっていうと、ハイフン C がないんですよね、ハイフン C がない。で、これはデスクリプション上です。ダイナリマークっていう行をそのままここに表示してるので、ここで見るのは、デスクリプション上のところに、こんな感じのリスタイルをねっていうふうに思うぐらいですね。それから、こいつらはそこそこ記憶とどめているので、置いてもらいたい部分になるんですけども、この4番のところで、WC、ワードカウント、WC でポリシカスコンドとかっていうやつの、秒数を調べたいときに、私は WC を使っているんですけども、4567行。の、さらなるファイルなのでということが分かるわけですね。これを一通りやってください。実際のは左側の、同じスライド番号を対応しましたら、スライド3のところのこの枠内をそのままコピペしていただければ、右側のやつと同じような結果が得られる。はい、皆さんこれだけ
けなんて言ってると思います。一応左側のスクリーンで、左側のスクリーンでコピーしてペーストしておきますね。だんだんもう30分ぐらい経過してますから、この私の講義のノリに初めて聞いた段が慣れてきてるんじゃないかと期待してるんですけど、じゃあいきますよ。スライド38です。38です。そのままもうやっていきましょうか。今 PWD で確認していただけると、今作業ディレクトリはデスクトップのマックシェアですね。CD だけ打つとチェンジディレクトリーで、あと何も打たないというのになると、ホームディレクトリーというのです。ホームディレクトリーというのはどこかというと、この場合は RU というユーザーさんのところの、まあ、ホームポジションというか、そういうところに打つわけですね。で、そこで ALS を打っていただく。ALS を打って、もし、またもう一回聞きますけど、バックアップというポジションがない方は、それを受けてやる。ここら辺から何かなかったら、メカピックしてよろしいですかね。なんでこんなことやってるんだろうって思う方は多分いらっしゃらないんじゃないかと期待していれば。というのも、まあ、第7回の原稿の中身を見てみると、大体ここで何をやってるのか、何のためにこういうことをやってるのかというのは、まあ、把握していらっしゃるはずだろうなということを期待しています。で、まあ、ざっくり言うと、リッティングディレクトリーを作って、そこに、まあ、ある Python、この後 Python プログラムをダウンロードしていただいて、それと実行する。こういう作業をやっていきます。はい。で、それがスライド40です。せっかくなんで、みんなでダブルベッドやってみますしようですね。で、こいつは、マルチファスタ形式ファイルを入力として、指定した配列帳未満の配列を除く Python プログラムです。で、ファスタレミスフィルタージェットファイルっていうやつで、これが先ほど紹介した、谷沢さんですね。第7回の緊張者の谷沢さんが作られたファイルを作ります。こいつをダブルゲットにダウンロードして、ダウンロードしてもらうんですけども、まあ、実際に行うのはですね、指定した配列帳未満という目的ではなくて、プロプ的に、内部的にやってくれるというか、配列帳にあらかじめ相当した結果を出してくれるので、まあ、その部分を、まあ、利用したいという目的で、こういうところだと思います。
多分何人か抜けてるはずなんですけど、いますよね、なんかね、ダウンロードできなかったね。ダウンロードできなかった方はですね、あの左側の組の中に、あのバックアップというデトリーに同じのがありますから、今、コピーダウンしてますけども、この部分ですね、CD 以降、ここの部分だけあのコピーでして、あの自分あの、バックアップデトリー上にある同じものを、パイプデトリー上にコピーしてください。それで対応してください。ここに地図を添えます。マスタリングスピーカードファイルは、ちゃんと全部できていない方は、早めに後ろに出てきてもらって、ください。お子さん、中田さん、まだ使ってらっしゃいますね。よろしいですか？本当に大丈夫ですか？私個人的にはそういう人の名前を送ってもらいたいんですけど、もうすぐですね、あの、エビリスキーみたいな感じだから、私の言いたい声だけ言ってるのはですね、日本人側には、完全には伝わりません。問題としてが2点になりますよ。ただ、あるんですね。やっぱ今年は飲み会やっぱなしです。こんなところで疲れてる場合じゃないんですよ、私がね。一回やりたかったら皆さん勝手にやってください。まだ大丈夫なんですか？あの下にあの後ろにいらっしゃるのマイク係の方が慎吾さんって言って、あの LBDC 側であの実質的に統括をされてらっしゃる方に、はい、いろいろと私の言いたいことじゃないですか、意識的に。それから今日受付にいらっしゃる方が佐久間さんという方で、はい、毎年、はい、受付にいらっしゃっております。はい、じゃあ残り次の方に進んでいきますね。ではスライド42です。スライド42 NS でこいつがちゃんとあることをファイルタイトルで確認しておいて、あとゲットコマンドでマスタリングスピーカードとパイで最初の終了文を表示させて、中身をさざっとこんな感じねっていうのを見ておいてください。もうあのリナックスコマンド、これはこういう意味でとかっていうのは、地域教えてないんですけども、このあたりは大丈夫ですよねとか、大丈夫じゃない人は来ちゃいない。ね。で、時々私、ストレートクリアっていうコマンドを作っているんですけども、これってあの、実は2014年に最初に中田さんがリナックスコマンドを教えてたときに、クリアって言ってて、あ、そんなコマンドあるんだって、初めて2014年に私が知って、これぐらい使って。クリアって言って言うと、画面がスパッと見えにくいですよね。中田さんに教えていただいた。
はい、だんだんもうどんどん進んでもらいたいなっていう気持ちになってきてると思うんで、どんどん進めますけども、最初のビデオ見今、スライド42表示になっていますが、この中身で、なんかよくわからないなっていう状態だと思うんですけども、私も一日中がどういうもので、どういうあっているのかというのは、全然知らないです。知らないですので、要は使えばいいですね。使えばいいです。はい。で、どういうふうに使うかというところだけ、スライド43です。スライド43。で、私はまず、こういうなんかプログラムとかをダウンロードしてたときに、必ず LS マイクゲットとかをやって、この部分を見るんですね。実行可能状態かどうかを見るわけです。で、これはなってないんですね。RWX がついてないから、X ってエグゼキュートの X です。ついていない場合にはどうするかっていうと、いつまで書いてあるように、ECH モード75、私はもう無条件の75っていう呪文のようにもなります。で、こうファイル名ですね。実行的につけたいファイル名を使用する。で、その後にもう一回 ESR のメールで確認して、RWX がついているところを確認して、よしよしこれで実行の実行ができる。はい、今日やっておりましょう。他の方は入れてますかね。内臓を拾ってるはずなのに。はい、全部下に進んでいきますけども、ここでは実行権限の付与というのを CH モード755で LSI モデルに確認したんですけども、実はもう色が変わっているのが分かりますよね。色変わってますね。で、バイオリナックスのデフォルト設定のみ通用する話だと思うんですけども、ここはこの緑色になっている場合は実行権限ついているかなっていうふうに確認していただければ確かいいと思います。緑になっていれば実行できるということですね。で、このあたりの話は第4回の W3000C です。はい、次いきます。これで44ですね。今プログラムをダウンロードしたんで、いよいよ実際にこのプログラムを実行したいところに CD でリザルトディレクトリーのこいつを実行させたわけです。ですから思いがあることを確認して、この3番のところで YOLOBMASTERFILTER.py でスペースファイル名で、ここを0にして、まずこれをやっちゃいましょう。そうこうしているときは左側のやつがですね、左側のスクリーンのやつが、なぜかパスワードをパス149とか入れなかったアクセスが生まれてるんですけど、中田さんなんか今消えましたよね。今入った。ありがとうございます。じゃあ進んじゃいましょう。まずはこのスライド44でいきなりまずはパスタレンジフィルタードットパイっていうプログラムを実行して、出力ファイルまで作ってもらうところをまずやってもらいました。これが何をやってるのかというと、こういうところの説明がスライド45からになっていてですね。まずこの1番ですね。世の bin パスタレンジフィルタードットパイっていうみたいな感じで書くことによって、世の bin ですね。この人にパスを通す作業をしていなくても、このプログラムを実行することができます。パスを通すというのは昨年度の講習会でも確か話していたと思いますけども、こんな感じの書き方をできるということになります。はい、パスについては第4回のダブル2の動画がダブル15の動画、第6回のダブル15の動画にいろいろ書いてあります。こういう書き方もあるということを知っておかなければ、Linux の世界というのは、俺をこういうやつだという人ばかりの世界ですから、こういうのを見ておかないと、こういうこともある、こういうやり方もあるということを知っておかないと、悪いです。で、スライド46です。で、このスライド46の赤線部分っていうのは、実行結果ファイル。
そうですね、この LH アンダーバー H ギャップの言葉っていう名前で保存しているということになります。で、説明が残りもないかもしれませんが、この0っていうやつは、この0っていうやつがポイントで、これもともとのアカリムスキルダドットバイってやつは、ここの部分ですね、ここの部分で指定した配列帳以上のものを引っ張りにして持ってくるっていうことになるんですよ。で、そして配列帳上に相当して返す。今ここでやりたいのは、単純に配列の長さ順に相当したものにして返したい、そういったものでゲットしたいっていうことが目的ですから、ここはあえてゼロです。ゼロにすることによって、何もどの目的も全部絶対に生き残るっていう状況にしているわけです。で、かつやってもらいたいことは単純に相当してもらいたいだけだから、でもしてその結果を返すということをやってます、ね。こんな場合で、副次的な、なんていうか、機能を使うみたいな、このプログラム、この部分をこんな感じで使っちゃえばいいんじゃないかみたいな、オプションをうまく変えるようですかね、うまい利用の仕方という、そういうテクニックに。147です。で、ファスタレンスリーダードットパイの入力はこのドットファスタってやつで、出力がドットパってやつですね。で、出力ファイルのとこですね、私がタンパイのところに見えてるやつが出力ファイルのファイルサイズなんですけども、出力の方が若干下げられたいことがお分かりいただけると思います。 E43 と E47 ってやつですね、若干小さい。で、これの違いの原因っていうのを、ここからからお気に入りしていくことになるんですけども、このあたりをちゃんと知っていくっていうのはですね、中級から上級にこう上がっていきたいというか、もっとちゃんと理解していきたいという方という話になっていくと思います。フラット48を説明していきます。ここでやってるのはですね、1番、グレップで、2つともグレップで、入力のファイルのグレップの結果と、出力ファイルのグレップの結果を示しているということになります。出力の方の2番のやつを見ていただきたいんですけども、2番の方のやつを見ていただきたいんですけども、シーケンス1からシーケンス4みたいになっちゃってますよね。待ってますよね。で、これを見ることによって、上の方の説明を読みますけども、ファスタレンジスピッタードットバイってやつは、2の出力ファイルのデスクリプション表部分をシークエンスのうちゃらになったらっていうような感じで、シンプルに記載すると。そういう仕様になってるんですね。はい。ですから、この文字数の違いですね。ここの文字数の違い。もう、ファイルサイズの違い。ファイルサイズの削減ですね。一応記憶していることになります。48で見ているのはデスクリプション表部分の記載内容の違いを確認していただきます。
まあ、スライド次にスライド49を行きますよ。スライド49で、まあ、これがこの辺りの違いの把握とそれの利用っていうものが、まあ、Linux 上級での一度というのも、マルチマスターファイルって初心者とかのコードっていうのは60秒ぐらいとかで60文字ぐらいのところで改行が入ってきて見づらいんじゃないですか。で、Linux を使いこなしてる人っていうのはですね、延期数がすっごい長くても1秒でいい使い方ですね。なんでだろうと思ってずっと思ってたんですけども、この後の話を聞いていくと、確かにそう、1秒で取り扱った方がいい。画面から切れてて見づらくても、そっちの方がいいというふうに思え。でまずはこのスライド49で、なぜこのプログラム開発者の谷沢先生は、ね、出力結果が45,067行から8行になるというような仕様にしているのかというのが理由が分かっているわけです。まずそれがそうなってますよねというところの確認がスライド49になるわけですけども、まずこの1番ですね、Python プログラムですが、ちょっとカタカタカタファイル、ビューファイルですね、ドットバスターの方の WC のデータっていうのが45,067行、入力は45,067行で、出力ですね、出力の方は LHHJAPAN の WC のデータっていうのは8行しかない、8行しかない。そうなっていることを一応確認しておいてください。入力でしたが出力ですね。入力と出力です。で、24742455バイトと24336262バイトということで、中身は文字的に同じなんですよ。なぜ同じかっていうと、配列上で想像しただけだからです。なんですけども、これだけのバイト数の違いをしている理由としては、この行数ですね。行数が45,567行から8行になったという効果が大きい。なぜ行数が小さく少なくなると、ファイルサイズが小さくなるかというと、開業コードのバイト数があるからね。それが上に書いてあることです。で通常のやつですね、ポジターセプリドットバッタっていうやつの HRS 情報部分において、まあ、普通一般的な60円系のことに開業が入っているからね。で具体的にはこの開業コードが45,567行×8=45,569 バイト分だけ大きくなっちゃってるということなんですね。で、この数値の引き算とかっていう感じが出てくるから、だんだんちょっと混乱してきますけども、まあ、お昼休みにかかりますから、自分で理解できるように理解しております。本当はこの開業を減らして、開業数が少なくなることを目的としているわけでは本当はない。そこはあんまり本質的なものではない。はい、これただの副次的な理由というところと、
ファイルサイズの違い、言わないと違いを、まあ、ちゃんと把握していくというところですね。で、スライド51なんですけども、これもすごいマニアックな話だなっていますけども、分かるとものすごくスッキリするあたりの話です、この辺りは。2474245バイトから、4.559 バイトのを引いちゃうと、2474245ということで、何を言ってるのかっていうと、この1番と2番のところのバイト数の違いが、この改行コード数の違いで、かなり説明、ほとんど説明できるんですよっていうことを言ってるだけの話です。言ってるだけですね。ここの分のバイト数から、要するにここの分のバイト数から、この分をざっくり引いちゃうと、そうすると、これとほとんど同じでしょっていうことです。すごくシンプルです。で、スライド52なんです。じゃあ、ちょっとでも、まだちょっと違いがあるんですね。で、その違いは何かっていうところを説明しているのがスライド52で、それがデスクリプション行部分のバイト数の違いなんですね。入力はこんな感じになっていて、出力のデスクリプション行部分というのがシーケンス1の数字にポンになっているわけだから、ここら辺の部分のバイト数が減っているわけですね。減っていると。で、それは、1,2,3,4,5,6 文字かける4で、24バイトですね。24バイト分もちゃんと考慮すればバッチリ合うんですねっていうことで、こういう感覚でこうファイルサイズですね、ファイルのサイズを理解していくと、このデスクリプション行部分 の, この文字数と行数を把握すれば、その分を把握すれば配列の長さそのものをズバリになるわけですね。だからバイオインフォの人とかはファイルサイズで大体これは何メガの生物種なんだなとかいうことが分かる。でそれが一ゲノムとかで3ギガじゃないですか。ファイルサイズ3ギガなんですよ。っていうことと同じことです。あくまでもこの後の処理をやりやすくするための前処理の話になっています。で、Linux コマンドを駆使して解析を行う場合っていうものは、この1番で示したような lahjap.com のように、コンフィグ1個、コンフィグ1個あたり、ファスタ形式の場合2秒、ファスタ級の場合は4秒で表す方が取り扱いやすい。いろいろと便利な理由はこの後お示ししていくということになります。そこまで何かございますでしょうか。よし、じゃあ行きましょう。スライド54です。はい、順番通りになるんですけども、lahjap.com ってやつは全部で8行分からなんですね。8行からなんです。で、最初の2行分は何かっていうと、このシークエンスワークっていうやつの情報になっていて、で、最後の2行分っていうやつが、このシークエンス4の情報に相当することが分かる。で、このファスタレングスピッカー .py っていう配列標準に相当するプログラムを実行したのは、まあ、こんな感じでこうスッキリさせたいんですね。1コンフィグ2行で表したいからっていう目的のために使われたわけです。単純に配列上で相当するだけじゃなくて、1コンフィグ1行で表したいという目的にもあって使っているわけです。スライド55なんですけども、今話している部分っていうのは、この現行106ページの左上あたりの話になります。
で、ここまでで前処理が終わったんで、でこの後に、プラントのこの2番のあたりに変わったように、Linux コマンドを組み合わせたやり方で、このマルチマスターのファイルを分割を行っていきます。スライドご注力です。これ1番、1番ですね。このヘッドアイコンの絵の2、NHHJAP が、なんとか、シークエンサーとか、みたいな感じで、最初の2行分ですね、NHHJAP パックを入力して、これの最初の2行分を、ヘッドコマンドで取り出して、その結果をシークエンスバンドとバッツに、この、いう作業を、この1番をやっています。で、2番でグレープで一応確認して、3番の WC コマンドで行数を確認しています。で、そういう流れになります。では、スライド56をやってはい、じゃあ、手打ちしたい方は後で手打ちしてください。
スライド58いきますよ。スライド58です。最後、シークエンス4のやつです。シークエンス4に限って言えば、全部で8行あるうちの最後に2行分取り出したいだけで相当しますから、基本的にはこのテールコマンドだけでいいです。こんな感じで打ち込めばいいです。一応これもやってみます。はい、いいですね。こんな具合で、一個一個確認する4つぐらいの配列であれば、コンピュー数であれば、こんな具合でこうやっていくんですけども、じゃあ、アセンブリの結果で数百個コンピューの中ではどうなるか、大体こう、こんなふうにいちいちやってらんないようにしましたからね。で、それについての回答が、明日、一番最後の方で時間があればやることなんですけど、セルスクリプトを組んで、やるということになります。で、この最後のシークエンスモードの名前にはテールコマンドとかを使ってやるんですけども、実は、これと同じようなヘッドとテールを組み合わせてやるというのが、統一的な記述の仕方をあえてすることによって、セルスクリプトで一般化しやすくして、それを実行する。で、そうすることで、それを出すことができるのが、が明日できればやるということになります。シェルスクリプトは一昨年のハンドオンでやられた内容のおさらいみたいな感じになる。実際問題にどうやって使われたのか。で、それはスライド59いきましょうか。ライド59、ノリが分かってきたらどんどん特定して実行しながら画面上で見ていただいても構いませんし、もうイヤーハンズを持っても構いません。今スライド59を見てますけど、まず1番で LS-L でシークエンスアスタリスクということで、シークエンスなんとかっていうついてるものを LS してるわけです。アスタリスク以外にこの2番の話ですけども、シーケンス括弧0から9括弧50、ロット番みたいな感じの書き方で、任意の数字 1文字みたいな、そういう感じの書き方も一応やろうと思ったら、数字だけに限定したいとかっていうような経験も割とあったりするわけで、こういうふうに聞くと割と重要になる。で、この赤枠ですね。赤枠のこの数字を見ていただければいいんですけども、この赤枠の中の数字っていうのは配列帳ですね。コンピューごとの、コンピューごとの配列帳がほぼ同じなんですよ。ほぼ同じなんですね。で、例えばこの4番で示したような2289569バイトっていうやつは何かっていうと、スライド60って言いますけども、これです、これ。スライド6の CDBJ パイプラインで実行した時のマキシマムコンフィグサイズっていうやつ、これとほぼ同じなんですね。ほぼ同じです。で、ほぼ完全に同じにするためにはどうするかっていうと、このこいつです。シーケンスは今見てるわけですから、それとデスクリプション行部分のバイト数と改行コード分ですね、改行コード分2文字分を差し引いてやれば、12バイト分を差し引いてやれば完全に一致します。ですから、デスクリプション系のところでやたらと長く長くと書いてると、配列上との違いがちょっと出てきますから、必要以上にデスクリプション部分は長くは書かないというのが基本だろうと思います。はい、ここまで。はい。
はい、スライド61で今度マスト級ファイルの分割をやっていきます。マルチファイルのマスト級とかに分割する話なんですけども、なんか分割しなくてもマルチファイルのままでうまくなんか取り扱えるようなところを探せばあるんじゃないのって思われる方が多いんじゃないかと思います。多分探せばあるんだろうと思うんですけども、 Linux を使いこなすすれば、シングルファスターにしてマルチファスターをあえて分割として、シングルファスターとしてやってみた方が使いやすいっていうのがやっぱあるから、名前通り分割をしたかと思います。その時に重要なテクニックは、セルスクリプトのテクニックを合わせて覚えておかないと、数百個のコンピューターとかに対応はしきれない。だからこそ今回のスライドの飛び石の中に最後の方に、セルスクリプトを一応入れ込んであるということになります。中途半端に何か覚えて使おうとしても、一定のスキルがないと使いこなせないから、やっぱりこう挫折していくのが、割と大きいケースということなんですね。でスライド62なんですけども、今は現行106ページの下に入れた話になります。で赤枠部分の1の話に移行していきますけども、こういうふうに書いてありますので、 HDAP のバックバイオのアセンブリー結果は割と特徴的になったと思うんですけども、ファスタファイルだけじゃなくて、ファストリーファイル、クオリティ情報を含んだファイルもあるんですね。そいつの情報も割と使います。使うので、ファストリーファイルを眺めて、HDAP のアセンブリー結果の特徴を把握しておきましょうという話になっています。スライド63。なんですけれども、一番 ADS 範囲の L で、この一応ファスタとファストQのタイムサイズの関係というのは大丈夫ですかね。ファスターは配列の、ファストQはクオリティ情報の、で、クオリティ情報の長さというのは配列の長さと同じ数ですから、だから大体こう1対1という関係になります。スライド63ですかね。で、やる必要があるのも DW と LS だけじゃないですか。だけど別にこういうの入れたって構わない。ここのセレクトリー上でやってるはずだから。もし落ちた場合でも、場合はこれ丸々全部コピーすれば、もうすぐに、ついてこられるようになる。追いつける。という、ということを確認してみましたので、よろしいですね。ではスライド中64なんですけども、 WC で行数をカウントしておいてください。これを実行してください。これです。スライド64でやっているのはワードカウントで、LH から始まるやつとポリから始まるファイル名のものを全て WC しなさいというのをやっているわけです。でここで分かることは LH、H ジャンプ型8行ってあるのが分かるんですね。でこいつの I としてこの2番で示しているファスト Q の方ですね。ファスト Q の方は16行しかないというところがポイントなんです。
で、ファスト9というのは1コンティング4秒で表すわけですから、もうこの段階で、この段階でですね、エンドのテールコマンドの組み合わせでファスト9についても目的の配列のみ取り出すことができるんじゃないかというふうに言われるわけです。だからこそこのようになんかものすごい多動テクニックみたいな基本テクニックですね、 LS とか WC とかエンドテールだけで伝えこなすのがすごく重要なのです、はい、で、スライド65をサクッと取り上げましょう。スライド65、場所によって結構違うんで、なんか前の方とかだと割とね、いい感じだったりする、いろいろ移動してみて、で、スライド65の説明をしちゃいますよ。これもヘッドとテールの組み合わせだけで、最初の1個目のコンティングシーケンス1に関しては基本的にはこのヘッドの数4だけでいいんですけども、これあえてこうテールコマンドとかを入れ込んでます。で、最後のシーケンス4に関してもシーケンス4一番最後の4行分だけですから、本当はテールだけでも十分なんですけども、これもあえてテントコマンドで入れてます。テントコマンドで16行分何やってるかっていう話ですけど、16行しかないので最初の16行分取り出せて、でその後で星の4行分を抽出しなさいみたいなことをやってる。だけどこんな感じで書くことによって統一的に書けてますね。4、8、12、14でこっちは4の方で変わらないみたいな、でこういうふうにすることによってこれをシェルスピックとかして一般化させて組み書くことのコンティングにも対応させるみたいな感じになっていく。だから重要なのはこういう書き方でもうまくいくということを知っていることが重要だということになります。本日のスライド280から2っていうスライドには書いてます。でスライド66なんですけども、ここが一応確認ですね。 LS-L で一応ファイルサイズの確認さばって、でシークエンス1のパッと FQ が FQ になってますよね。でシークエンス1通して見ると2289457みたいな、でも2倍86から17の2倍45から11の2倍11から12の2倍みたいな。で実はファスト9ファイルの場合というのは配列表を中に想像してないんですね。実はしてないんです。で、なんでしてないかというと、数テクニックを私が現時点で持ってないからというのもあるんですけども、ファスト9ファイルを16行になっている段階で、こんな感じでやればうまくいくんじゃないかなみたいな感じで思って、妄想しながらやって、やっぱうまくいかないみたいな。つまり、この場合の HCAP の出力ファイルっていうのは、もともと配列表中に相当された結果なんだなっていうことが少なくともファスト9ファイルになりました。ということがこれからも確定しなかったと、こんな具合で、これはですね、一応念のためにデスクリプション用部分を確認しているだけです。これはまあやらなくてもやらなくても大丈夫。スライドを、でこの時に必要なのはファストキューファイルのデスクリプション用文っていうのはアットから始まるやつとプラスから始まるやつがあるということぐらい、そういう基本フォーマットはぐらいは知っておかないとそういう確認はできないから気をつけてくださいね。
狙い通りの場所まで。よろしいですか。まあ、そのことでないでしょうから。じゃあ、1からっていう予定通りでよろしいですか。はい、じゃあ、1からで、で後半戦なんですけども、スライド68からになります。で午前中まででファストキーファイルの分割とクオリティスコア分布っていうところで、クオリティスコア分布をいよいよこう描画していきましょうという話になります。でその描画のやり方自体は R のパッケージを使ってやっていくことになるんですけども、スライドの今69を言ってますが、 Linux 環境での R の基本的な利用方法っていうのは8月1日の講義資料のスライド100あたりからざっくりと書いてあります。去年出られてる方はそこを復習ということになります。で今年度は特にこの Linux 環境での R っていうことは言ってなかったんですけども、ただそういうのを知らなくてもスライド70のような、スライド70をそのままですね、コマンドのところをですねコピペしていけばですね、今左側のやつのスライド70から76っていうあたりを示してるんですけども、ここら辺ですね、まあ、分かってる人は分かるんですけども、 R を自動的にもここでコピペのさせるところの中に R 起動させてるんですね。ですから Linux 関係での R の使い方がよく分かってなくてもどうにかなると。でコピペの 最終段階のところで R の終了を実はやってる、この辺りですね、 Q セーブイコールちょんちょんのみたいな感じになっていて、ここの段階で R が終了してるんです実は。ですから今回は R の使い方がよく分かってなくてもとにかく全体をコピペすれば内部的に R が起動して中のスクリプトを実行してみたいな感じになっていると、そういう作りになっております。でそれに対応するのがスライド70 の, コードの中身自体っていうのはこの赤枠っていうところになるということですね。でバイオリナックス本体にはデフォルトではですね、この R のショートリードっていうパッケージを内部的に使うんですけども、こいつはリインストールされていなかったんで、私が今回提供している OVA の中にはあらかじめショートリードっていうパッケージのインストールを行っております。ですからこれを使えるということになります。でこの赤枠の中で何をやってるかっていうと、ファストキーファイルの中 のクオリティスコア1文字表記になってますよね。なんか暗号みたいな1文字表記になってるんですけども、そいつをまあ数値化する、つまりフレッドスコア化して、それでこう描画するということをやっている R コードになります。でスライド71なんですけども、これは入力ファイルがこの場合は今何をやってるかっていうと、シークエンス4、一番短いシークエンス4のクオリティスコアの図を描こうとしているわけなんですけども、長さは 11,372 塩基です。短いですね。だからこれぐらいだったら楽勝で、この図を、クオリティスコアの分布を描くことができるということです。で出力ファイルは2つあって、1つは PNG の図ですね、クオリティスコア分布になって、もう1つの .txt ってやつが生の数値情報になります。塩基のポジションごとにクオリティスコアがいくつだったかっていうふうな情報になります。はい、で、Linux の使い方がよくわからない方もとにかくこれ全体をですねコピーして R のコンソールターミナル上でペーストっていうふうにやれば OK です。うまくいくはずです。 Windows の人はトリプルクリックで全選択ができます。 Mac の人はよくわからないんでどうにかやってください。
いかがでしょうか。ここで何人かエラーが出てても不思議はないんですけども、これ最後までやると PWD と LS-L シークエンス4アスタリスクっていうのがで見えて、ここね今スライド74を示してますけども、赤枠で示したようなシークエンス 4PNG とシークエンス 4.txt っていう、あの出力ファイルでこのファイルを作るっていうふうに指定したものが作られていると思いますけども、これまでできていない方っていらっしゃいますか。できていない人、まだできてない、それはあまだできてない、はい、これコピペさえすれば基本的にはもう一瞬でできるはずなんですが、一応チェックしていただけますか。2人いらっしゃいます。2人、1人はそちらの方で、もう1人はこちらの方です。あ、3人です。3人いらっしゃるんですね。 まだできない。はい、じゃあお願いします。他いらっしゃいますか。他いらっしゃいますか。困ってる方、シークエンス 4PNG とシークエンス 4.txt っていうものがまだできていない方、じゃあ1人になったから進みましょうか。はい、でこのスライド75はもう言いましたね。最初に説明しましたからいいですね。でちなみにこれスライド76なんですけども、今やってるところっていうのはこれ共有フォルダのいいところなんですけども、デスクトップの Mac シェアリザルトじゃないですか、ゲスト OS 上で見るとね。だけどあのホスト OS 上で見ると本当の意味でのデスクトップと、あのそれも若干語弊ありますが、デスクトップシェアのリザルトなんですよ。これ何を言ってるか分かりますかね。あの例えばここですよね、今左側のスクリーンで示してますけども、このシェアっていうところにもで今作業していることと同じですからね。これこれです、C ドライブのユーザーズ IU のデスクトップシェアの中にリザルトっていうフォルダーがあって、今 Windows とかフォルダーで行っちゃってますけど、でそこにおっと、なんか変なことになっちゃった、よいしょ。でそこで見るとシークエンス 4PNG って今作ったやつですね、3時37分ですね、こいつが見えてるはずなん でこいつをそのままダブルクリックとか、皆さん Windows の人とか、まあ、Mac の人もでも同じですけども、ダブルクリックすれば作ったファイルの確認ができるというわけです。左のスクリーンのような感じですね。で右の方でも一応示しますけども、スライド77です。今 PNG ファイルの方ダブルクリックでお示ししてますけども、こんな具合で見えてますよね。見えてますね。でこれ何どういうふうに見るかっていうと、これ横軸が配列の長さなわけです。全部で1万1000いくつでしたよね、塩基ですから。このポジション番号なんですね、ポジションで。縦軸はフレッドスコア、クオリティスコアになりますから、一般的にはこの中あの20とかだと100分の1の確率ですよね。であの配列決定のミスをしてるっていうか、表現がうまくできませんけどもそういうところです。数値が高ければ高いほどいいというふうな見方をするわけですね。ですからこのデータの場合は1700塩基ぐらいとかですかね、1500ですかね、1500塩基番目ぐらいからクオリティスコアがドーンと上がってきて、7000ちょっとぐらいのところで、7700ぐらいのところからは先はもう
フレッドスコア0ということで、ここら辺怪しいと、怪しいんだなっていうことがお分かりいただけると思います。ですからこの場合だと、なんかこうどっかでこう切り取るとしたら、ちょっと左の方にシフトさせて切り取った方がいいんだなっていうことが分かるわけですね。こういうふうに全体像はまあ分かるわけです。でもちろん今はダブルクリックで示しましたけども、これ後ろの寺田智子さんが教えてくれたテクニックですけども、 EOG っていうコマンドを打っちゃうと、打つとターミナル上で打つとバイオリナックス上でも見ることができるらしいです。どういうことを言ってるかというと、ここでもう単純に、EOG スペースシークエンス4、タブ保管ガンガン使ってくださいね。 EOG スペースシークエンス 4.png っていうふうに打つといいんですけど、まあ一応アンドつけてバックグラウンドジョブにして、アンドつけずにやっちゃったよっていう方のために一応アンドつけずにやっときますと、こんな声で見えますよね。同じような感じで見えます。はい、あ、同じって思って消したい人はここら辺ですね。ここ左上の方に一応バツ印があるんで、ここでこうバツって押すとターミナル上でコマンドが打ち込める状態になります。寒い言うから、あれですね、消しといたら熱くなりましたね。よろしいですかね。こんな感じで割と短めのやつだと、こう R で簡単にファストキューファイルを読み込んでクオリティスコアの全体的な分布を知ることができるというわけです。でこの2番のところで示してます、書いてますけども、ファイル出力時のこの横幅のピクセル数と縦の幅のピクセル数、これ私のウェブページに使い慣れてる方はこの書き方、そうだったって思われると思いますけども、出力ファイルの図のサイズですね、の指定をここでやってるから700-350ぐらいの大きさになると、そういうわけですね。で PNG ファイルのこのやつだけだとだいたいこう1500ぐらいかなとかっていうような感じですけども、割と正確な情報を知りたいっていう局面もあるじゃないですか。で次のこの .txt ってやつ、スライド78なんですけども、 .txt ってやつがもうポジションごとの、このポジションのフレッドスコアはいくつですみたいな感じのものが、その行数分、行数が配列長分に相当するんですけど、そういう情報でのファイル内容からなるのがこの .txt というファイルになります。ですから1列目がポジション番号で、2列目がフレッドスコアの情報ということになります。はい、でスライド79のような感じで、シークエンス 4.txt のまあヘッドで最初の5行分見てもいいしみたいな感じですね。あとテールで見てもいいしというわけです。でこの1番2番で示してますけども、まあ、当然PNG ファイルの中身を見た段階で最初の 5個分見てみようが、最後の5個分見ようが、フレッドスコアゼロなはずですよね。ゼロであることをちゃんと確認してるだけの話です。よろしいですかね。落ち着いた感じになっているので先進めていきましょう。でスライド80です。じゃあ今度はさ、2番目に短い45,853塩基のシークエンス3のファストキューに対して同様の作業を実行してみましょう。これもまあコピペをしてみると、
3番のところで示しているようにですね、一般的に言われているパックバイオのデータはシークエンスの、コンティグの末端部分のクオリティスコアが低いって言われているのが、まあ、本当に実感できるというわけですね。これをやってみましょう。よろしいでしょうか。今スライド80を右側で示していて、左側ではもう作業自体終わっているので EOG でシークエンス3 PNG を一応開こうとしています。これリターンキーを押しますよ。これアンドマークつけてます。裏こんな感じですね。同じようなものが見えているのではないでしょうか。でこれで大体ですね、この後感情、このシークエンスさんが感情のコンティグかどうかっていうことを、調べていきたいわけなんですけども、その時にどこら辺で感情であることが分かった時にどこら辺でこうピッて切っていけばいいかっていう時に、ここの情報が重要になってくるわけなんですね、はい、ですから一応このどこら辺からこう0よりも大きい値になっているのかっていうところを、ざっくりとここである程度見切1500ぐらいかなとかですね、こっちの方は。でこちらの方は4万2000とか3000とかそれぐらいかなみたいなの当たりをつけておくんですね。で当たりをつけておいて、その上で、ここが書いてますね、スライド81に書いてあるんですけども、その上でこのシークエンス 3.txt ですね、今スライド81を言ってますよ。シークエンス 3.txt の具体的な実際のフレッドスコアの値が書いてあるファイルをよ開いて、レスで開いて具体的な場所を知るというわけです。でスライド82です。レスをやっておきましょうか。これレスの復習です。レスシークエンス 3.txt ですね。皆さんレスで開きましたでしょうか。開くとスライド83のような感じになっていると思います。なってますね。これがレス実行直後で、この1列目ですね、1列目がポジションですね、塩基のポジション番号ですね、塩基番号で、ここがだいたい1000ちょっとぐらいになるまでですね、この1番のところが1000ちょっとぐらいになるまでザババババババってこうスペースを打ってですね、こう今スペース左側のスクリーンではスペース打ってますけども、ゾゾゾーっとこう行くんです。おっと。でこう右側の数値が0から0じゃなくなるところを探すわけですよね。この場合ですと1224番目からがフレッドスコアが0よりも大きい値になっていることがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。
でスペースでスペースガーって打って行き過ぎちゃった人はですね、あの上矢印とか下矢印とかで微調整していただければいいです。上矢印下矢印で微調整です。もちろん VI とか EMAX とか使ってサクサク美しくやられても別にいいとは思います。たどり着けましたかね皆さんね。よろしいですかね。はい、じゃあ次です。スライド85です。レスの復習です。これもただの大文字 G ですね。大文字 G って打ってみましょうか。シフト押しながら G ですね。今度シフト押しながら G です。今スライド85を打ってますよ。大文字 G と打ってみて、これは最終行に移動したところです。だからあの下の方でこうピコピコエンドってなってるのはそういうことですね。でこの状態からキーボードの U を押して効率的にページ上部を探索するって書いてますけど、これは何だったのかっていうと、多分あの上矢印だと1行ずつとかですよね。これだと鬱陶しいんで、確かあの U ボタンを押すとあの1ページ分だけ上部にスクロールっていうやつだったと思います。でこれをズゴモーって U を押しながらですね、0から数値が上がったところを探すわけですね。で行き過ぎちゃったらこうパッて戻って、あとは上矢印下矢印で微調整と、こんな感じです。で、まあ、このようにちょっとした作業一つをとってもですね、 Linux 上でコマンドでこうサクッとこうファイルを開いて、でキーボード上での作業のみで、あの例えばこの場合だと 44,511 番目がまでがクオリティスコアが0より大きいんだなとかっていうことが分かるんで、あの Mac 上でターミナルじゃないか、テキストエディットとか開いて何かやるとかですね、 Windows 上でノートパッド開いて何かやるとかっていうふうな処理よりも圧倒的にこうサクサクと作業が進んでいくというわけです。ですからまあ Linux っていうのは非常に有用であるっていうのは、まあ今更言わなくてもいいよっていうぐらいの話だと思いますけども、まあ、こんな感じで全体像を把握し、そしてテキストファイルを読み込んで開いて具体的な位置を知るということです。でこの情報は、まあ、あのノートとかにこうさらっとこう覚え書きみたいな感じで書いておいて、具体的な数値はかすかに記憶しておくというわけですね。で Q です。 Q ボタンを押してクイッと押してレスから抜けてください。今スライド87を行っています。スモール Q ですね。よろしいですか。レスから抜けられない人とか多分いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、大丈夫ですか。数字の Q 打っちゃってよくわからんとかっていう人とかいるんじゃないかなとか思うんですけど、大丈夫ですかね。はい、じゃあ行っちゃいましょうか。でスライド88なんですけども、今のところこの赤枠の1番の話あたりまでが終わっています。ここまでどういう話をしてたかというと、あのアセンブリー結果の4つのコンティグをザクザク分割して、それで、クオリティスコアの分布を短いやつに対して眺めてみて、でテキストファイルの方ですね、でクオリティスコア、具体的なクオリティスコアとポジションごとの関係性っていうものを見て、スコア1以上になっている領域っていうのをざっくりと確認したわけですね。でこれはコンテグが環状であることを確認した後に、どの部分をトリミングするかについての合理的な指針を与えるものであるというわけなんですね。はい、ここまでで何かございますでしょうか。これすごく不思議なのはですね、
こんな乳酸菌で感情コンティグとか、感情ってそもそも何よとかですね、そういうふうに思ってる人って多分いるはずなんですよね。私もその乳酸菌のデータなんて感情とか言われてもよくわからんしなとか、感情だとなんでこうクオリティの末端部分、感情なのにクオリティのスコアで末端部分がなんかクオリティスコア下がるんだろうとかようわからんっていうのが勉強始めた頃の正直なところなんですけども、これ微生物特有と言っていいような話で、微生物に本当に興味があって受けてる人って多分相当少ないんじゃないかなと思うんですけどもね。まあ何らかの形で意味があると思って多分いらっしゃってるんだろうなと信じながらやっております。あとなんか原則全日程参加だからしょうがなく来てるんですけどみたいな人も多分いらっしゃるんでしょうけども、まあいいです、はい。まあ、これも一つのゲノム解読のフィニッシング作業の一部ということで、単にアセンブリーだけして終わりじゃないんですよ、いろいろ難しいんですよ現状はっていうところの一つの例として経験を積むっていうことですかね、はい。で、感情化の話をずっとしようとしてるんですけども、アセンブリー結果として最初と最後の末端部分が同じ配列の場合は、通常そのコンティグは感情というふうに判断すると。で、それを確認するための基本的な考え方手段および感情化のノウハウを伝授するという話になります。で、一般論としてはその本当の生の乳酸菌とかの配列を使って、ダイレクトに感情化とかっていうのをやっていけばいいんでしょうけども、私は少なくとも私は頭が悪いので、すごく分かりやすいシンプルな例でこんな感じだっていうことを確認しないと気が済まない人なんで、それをやります。で、具体的にはこの W12 でシークイン R っていうR のパッケージを使って仮想の感情コンティグを作ってドットプロットで感覚をつかむっていうことをこれからやっていきます。で、スライド90なんですけども、コンティグが感情になっているかどうかを調べる基本的な戦略がこの赤枠で示している配列のドットプロットということになります。で、ドットプロットを作成する上でまずですね、非常にシンプルな塩基配列のファスタファイル、ファスタ形式のファイルを Linux 上で作成するところから解説をしていきます。スライド91です。ここら辺はもうささっとやっちゃいましょう。はい、コピペです。スライド91のやつをコピペ。よろしいですかね。で、今作ろうとしているのは、今これスライド90を示しているんですけども、単純な塩基配列からなるファスタファイルを作ろうとしているんです。で、作った後のファイルの名前がホゲドットファスタなんで、本当はにマジシャンじゃないですけども、初めにちゃんとないんですよっていうことを示しただけの話ですね。ここはね、ないんですよっていうことです。で、その上でエコーコマンドとかを組み合わせてやっていくやり方を教えてるんですけども、スライド92なんですが、まずエコーっていうのは何をやるものかっていうと、エコースペース二乗クォーテーションで囲ったこの赤色の角線の部分を単純にこの画面上に表示するというものになります。ですから、エコーコマンドでこう表示させた後にリダイレクトでホゲドットファっていうふうにやると、ホゲドットファの中身はダイナリテストっていうものが表示されるということになるわけですね。で、これがデスクリプション部分になります。ファスタ形式ファイルのデスクリプション部分を今ここで作ったことになります。はい、スライド92の部分をコピペしてください。よろしいですよね。よろしいですね。はい、スライド93いきます。で、次にこのホゲドットファンに今ここまでで入っているのはデスクリプション行部分だけですよね。で、この後に
またエコーで任意の塩基配列を、これあのとりあえず赤化線部分と同じような感じでコピペすればなっちゃいますけども、皆さんで自由に何でも打っちゃって構いませんので、別に ACDG じゃなくてもいいんですよ、ホゲホゲとかでもいいんで、あの自由に ここら辺書き換えて、リダイレクト追加書き込み、リダイレクト2つつけて大なり大なり2つつけてホゲドットファっていうことで追加書き込みを行ってください。でその上でまたモアで見ると、ここにこう赤化線部分で追加したものがあの下の次の行に格納されたファイルになります。これをやりましょう。まあ、特にこだわりのない方はそのままこの左側のスクリーンですね、これをそのままコピーしていただければ構いません。はい、よろしいですね。スライド93までで、ここまででファスタ形式ファイルが完成したことになります。ファスタ形式ファイルは完成しております。で皆さん一応あの任意で作られた塩基配列なり文字列なりを任意に作った方はちゃんとこの2行分になっているかどうかぐらいは確認しておいてくださいね。はい、でスライド94です。でいよいよ、で皆さん自由に作られたホゲドットファ、こいつが今作ったやつですね。ホゲドットファが作ったやつです。でこいつを入力としてシークイン R っていうパッケージを使ってドットプロットを描いて、その結果を 300×300 ピクセルの大きさでホゲ 1.png っていうファイルに保存するという一連の作業を書き記したものがこの赤枠の部分になります。これをコピペで実行しましょう。はい、皆さん無事 R での実行自体は終わりましたでしょうか。終わったら今回はあの LS までは実行してくれないように意図的にしてありますので、スライド95と同じようにですね、自分で LS-L とかを打ってですね、自分で作ることを示、ホゲ 1.png を作ろうとしてますから、そいつがあることを確認してください。はい、確認し終えたら自分で EOG ホゲ 1.png アンドとかでですね、スライド95ので右下ですね、スライド95の右下のようなドットプロットが作成されていることを確認してください。もちろん左側のスクリーンですね、左側で示すように自分でホスト OS 上でホゲ 1.png をですね、こいつを今こいつ自分で作りましたから、 Windows 上の人はこんな感じで見えますから、ダブルクリックで PNG ファイルを開いて確認しても構いません。こんな感じですね。
で自由にですね、あの配列を書いた方はですね、見栄えがもちろん違うはずです。違うんですけど、重要なポイントはこの場合はこの右斜め下にこうなっていくようなんですね。このようなライン上にちゃんとこう黒い点々がダーってこう一直線につながっていると見えるというところがポイントです。でスライド96で示していますけども、これは先ほどの図にですね、実際に自分がたちで作成入力として与えた ACTCGTC なんとかかんとかってやつをあの並べてるだけになります。でドットプロットっていうのはあの文字が同じところを黒い点で塗りつぶしてるだけなんですね。これ分かりますか？例えば1番目の塩基は A なんですけども、1番目同士は当然同じ配列を区別してあの比較してることになりますから、当然黒色になりますし、ずっと A に対応してるものないですよね。でここにありますよね。でここにあるからここも黒色になるし、ここも黒色になると、そういう感じなわけですね、はい。でこの CQNR のドットプロットでしたっけ、その関数自体は左下からが原点となりますから、こう 右上がりみたいな感じになるというわけです。でちなみに感情コンティグっていうのはこういうやつです。人ゲノムはなんか一本の線状になってますよね。で感情っていうのはこうやってぐるっとなってるやつのことを指しています。よろしいですかね。でこれも言いましたね。で今度はこれにですね、スライド97から98に移行してますけども、スライド98です。でどうやってこうコンティグが感情かどうかを判定するかっていう部分なんですけども、アセンブリー結果としてこの最初の部分ですね、最初の部分の ACTC とこうここに最後の部分とかにですね、例えば ACTC っていうふうに同じ配列があの最初と最後にあるような場合、こういう場合に感情であるというふうな判定を下すんです、一般的には。でなんでそういう判定を下すのかっていうところが分かりづらいところだと思うんですけども、それはシークエンスの原理を考えればいいんですね。断片化したものを読んでいくわけですよね。断片化してもうここら辺を断片化して読む、ここら辺断片化して読む、ここら辺断片化して読むみたいな感じのことをやってるわけですよ。だから両サイドがあの同じ配列になるって、これすごく当然の話なんですね、はい。だから別にあの最初のポジションが CTCG なんとかかんとかって読んでもいいし、 C から始まってもいいし、別に GTCA なんとかかんとかっていうふうにスタートをここにしたっていいわけだしみたいな、そんな感じなんです、感情のやつっていうのは。はい、ではその感情の場合にどんな感じになるかっていうのを実際に自分であのホゲ 2.fa ってやつを作ってですね、確認しておきましょう。スライド99のような感じで、もうこれもあの自由にですね、両サイドが同じ配列の際になってればいいんで自由に作ってみてください。特にこだわりがない方はスライド99に対応するコードをコピペして実行してください。よろしいですね。よろしいですね。ちょっと待ってもらいたい人いますか？頭の整理中です。待ってくださいっていう方。よろしいですか？はい。じゃあ行きましょう。スライド100です。スライド100です。もう同じようにもうドットプロットを描いちゃってる人多いと思うんですけども、やってない方はスライド100やっちゃってください。スライド100です。まずドットプロット作っちゃいましょう。これも作業自体は一瞬です。一瞬。
スライダー100を実行して ls-l で確認してホゲニ .png があることを確認して、でそしたらもうホゲニ .png をこの eog スペースホゲニ .png& みたいな感じでやって確認すると、スライダー100のような図が見られるはずです。見られますね。よろしいですね。はい、皆さんスライド100のようなドットプロットが得られているはずですね。はい、でスライド101がポイントで、対角線上にプロットされる、この1番のやつですね、対角線上にプロットされる、これは両方とも配列が同じものですから当然といえば当然なんですね、はい、でポイントは環状コンティグの場合のポイントはこの両サイドです。両サイドに同じようにこう対角線がバーンとこう入るっていうところがポイントになります。でこれぐらい短いとなんかちょっと見づらい、ここら辺がなんか重なってるじゃないかとか、なんかそういうふうな突っ込みをしたくなるところであると思うんですが、実際にはもっと長いんで、まあ、バッチリ見えてくるんですね、こういう両サイドのやつが。そこがポイントということになります。でそういうのをあのドットプロットであの数万円域のやつとかで見つけたときに、ああこれ環状だなっていうことがパッとわかるわけですね。はい、でこの環状であることが分かった段階で、じゃあこの場合ですとこの赤字部分に相当する配列が、まあ、余分なものだということになるわけです。ですからこの重複する部分の除去っていうものがこのコンプリートゲノムにする操作、フィニッシングですね、ゲノムフィニッシングの一部に相当するということになります。でどんな感じでやるかっていうところが、まあ、ポイントになってくるんですけども、それがスライド103になるわけです。で重複除去の選択肢っていうのは、まあ、例えばこの一番上のこのような配列があったとして、今の場合だとこの ACTC っていう赤字の部分がもう自分で意図的に重複だとして入れてるわけだから、これは明らかになるんですけども、実際の作業としてどういうふうにやるかっていうところを言うと、先ほどあのなんだっけ、クオリティスコアの分布を見たように、例えば ACTC の部分だけをこうざっくりと右側だけを除くっていうふうなのは非推奨で、真ん中の方両サイドからだいたい同じ数程度分だけ除くっていう、この2番のアスタリスクでつけたような選択肢ですね、トリミングの選択肢っていうものがまあ正解ということになるわけです。まあ当然このあたりの方がクオリティスコアが高いからということですね。はい、で重複除去の感覚をつかむっていうところになっていくんですけども、ここまでで何かございますでしょうか。よろしいですか。もうずっとああそうですかっていうところですよね。はい、でスライド105になります。で今言ってるのがページ106の右の中あたりの話になりますね。はい、まあいっか、はい、でこのあと簡単な例で、先ほどの簡単な配列の例で Linux コマンドを用いた実際の重複除去の例を示すということになります。でスライド106なんですけども、特定の範囲の切り出しっていうのはカットっていうコマンドを利用することができます。でこのあたりについてももうすでに中里さんがなんかツイッターとかでなんかつぶやいてでしたっけかね、なんか
横井さんでしたっけ、横井さんとかがつぶやいてたのかもしれませんけども、まあいろんなやり方があるんですけど、まあ、少なくともこんなやり方でもできるっていうことは間違いないですね。で、重要なポイントはこの場合は今もホゲにドットファーでやると決めてるんですけども、まずこの1番で見るとモアで見た場合に2行分ありますよね。2行分あると。で、今カットしたい部分、トリミングしたいのは両サイド塩基配列の部分のみ最初の2塩基と後半の最後の2塩基を除去したものが重複除去した配列であるということなんですね。じゃあそれをどうやってやるかっていうときに、まずこうテイルコマンドを使うんですね。テイルコマンド、テイルコマンドです。-n1 っていうふうにやることによって最後の1行分、つまり塩基配列の情報部分のみ取っていることになるわけです。で、取っているところがここまでで、でこれをまたパイプでつないでカットコマンドに流し込んでいくわけですね。で、カットコマンドでこれ何をやってるかっていうと、3から12番目、3塩基目から12塩基目までを抽出しなさいということをやってるんです。でそれがこの同じ赤色の矢印部分で相当していることになる。で、カットでこんな感じでこう打ち込むことによって、トリミングをしていることになるというわけですね。これ範囲指定です。範囲指定。で、これをやっちゃえば、あとはこの下、このようにカットした結果をまた出力ファイルに書き込めば重複除去の完了ということになるわけなんですね。で、ここでのポイントは最初の方の1配列1行にするっていうところとも関係するんですけども、カットコマンドを使うときには最初に1行1配列にしていなければ逆に言えばできないんですね。2倍を重視して60塩基ごとにこう改行バン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 入れてるようなやつだと、このカットのテクニックは使えないというわけなんです。だからこそ Linux とかのバイオインフォの Linux ユーザーの人は1配列1行にするっていうところをまあ割と重視してるっていうか、これ基本ですよっていうわけなんですね。で、もちろんこういう Linux コマンドを逆に言えば使わなければ、R で私が提供しているようなやつでここからここの範囲の切り出しみたいな感じのことをやっちゃえば、一応範囲、特定の範囲の切り出しっていうことはやろうと思えばできるんですけども、R でいちいちですね、特定のコマンドの部分をコピペして実行とかっていうのは Linux のカットコマンドとか覚えたらアホらしいですよね、はっきり言ってね。だからスピードっていう意味でも手間という意味においても Linux コマンドで覚えてやる方がよっぽど手っ取り早いというわけなんです。で、スライド107なんですけども、スライド106から107に行ってますが、これカットコマンドのオプションのいろんな書き方をここで一応お約束としてお示してるだけなんですけども、まず1番のやつですね、この部分ですね、カット -c で -10 みたいになってるんですけども、これは10文字目までみたいな書き方になってるわけですね。10文字目まで、つまり最初の10文字目までここまでの部分を取りたいっていうふうな場合に、このここから10までみたいな感じの書き方をするわけです。で、同じ意味のものがこれですね、1番目から10番目までっていうふうな書き方にしても別にいいですね。で、あとは5番目から以降を取り出しなさいっていうふうな場合には5からっていう意味での配分っていうふうにやると。で、それは、ここですかね、赤下線部分の5番目からっていうものに相当するわけですね。はい、で、2番のこのここですかね、ここら辺で5から14番目っていうのも結果的には同じことをやってることになるわけですね。というわけで、このシンプルな例の場合にはシークエンスエラーとかが一切ないという状況を想定していますから、どこの部分を取ろうがですね、とにかく 10,
10塩基分のところであればどこ取ったって同じなんですよね。だけど実際のデータの場合にはまあ、そういうわけにはいかないということなんですけども、その前にこうちょっとすいません、スライド107から108っていうところはどこから取っても同じっていうのは、例えばこの1番目のやつっていうのはここから取った場合、3番目ってやつはここから取った場合、2番目ってやつはここから取った場合とか、なんか多分そういうことを言いたいんだろうと思うんですけども、まあスタートのポジションが違うだけということを言ってるわけですね。でそれだけを言うと多分気になる方が多いと思うんで一応言っておきますけども、本物の環状染色体の場合はGCSQ っていうのを知ってる人は知ってると思うんですけども、今パッと説明ができないんでやめますけどGCSQ でこうなんかこうプロットが切り替わるみたいなところがあるんです。でよく時計の0時のところで切り替わった方が美しいんで、そこになるようになんかうまく時計の0時のところから GCSQ の値が切り替わるような遺伝子のところがあるんですよ。でそこの部分を先頭にするみたいな感じでなんかうまく回転させるみたいなことを実際にはやります。そういう慣例があるということですね。でスライド109です。どうしよう、ここで一旦休憩入れますか。さすがにちょっと疲れてきてますかね。45分まで休憩しましょうか。はい、休憩です。まあ、3時半の後半戦スタート直後ぐらいはまだ大丈夫なんじゃないかとかですね、まだやる気満々だったと思うんですけども、4時半の休憩前ぐらいになると角も皆さん疲労の色が見えてきてる感じがします。私もこれぐらいの時間帯になってくるとですね、やっぱりさすがにヘロヘロになってきます。まあ、だからどうというわけではないんですけども、みっちり300何枚数のスライド分今日明日で終わるまでやりますんで、はい、気合でついてきてください。スライド109いきますよ。スライド109です。で先ほどまでで重複配列の除去の感覚っていうものを皆さんに掴んでいただきました。でテイルコマンドとカットコマンドの組み合わせで、まあ、うまく特定の範囲、目的の範囲を指定して抜き取ることができるという基本形を示したわけです。で実際にじゃあ生の実在のですね、実際のコンティグですね、数万塩基長ぐらいのレベルのものに対して先ほどやっていただいた R のこのシークイン R パッケージのドットプロットが通用するかっていうと通用しないんですね。メモリ的にこう確か無理だとかエラーが出るんですね。でそういう時にどうやるかっていうと Linux 上のプログラムでやっていくしかないということになります。で結論としてはですね、このドッタープログラムはもう今非推奨です。非推奨で、この乳酸菌学会誌に書いてたこれ第7回ですかね、第7回の時にはとりあえず使ったんです。使ったんですよね。なんで使うんだっていう言われると、それはこの赤枠で書いてあるようにですね、でまずはこのシークヒンアルパッケージのドットプロット関数で現実的に難しい、エラーが出るから難しくなる。で次の選択肢としてはバイオリナックスに多分ドットプロットのプログラムぐらいありますよねみたいな感じで寺田智子さんに探していただいて、あドッターってやつがありますよっていう話を確か当時やってたような、やってなかったようなみたいな感じなんですね。でドッターっていうプログラムがあったから、あじゃあもうとりあえずインストールのところを教えるのめんどくさいから、まあこれ使っちゃえみたいな感じでドッタープログラムを使ってやってたわけです。で今回のハンズオン講習会の補足資料ですね、私のが提供した補足資料の中にはドッターじゃなくて、何でした、ゲパルドでしたっけ、ゲパルドっていうプログラムを寺田さんが発見してきてくださってですね、もっと多分早くていいやつがあるはずだというところで、まあ、探してきていただいて、それを、まあ、明日できるだけ早めに当初予定のやつを終わらせてゲパルドってやつを実際にやってもらおうかなというふうには思っています。
ですから、まあ、スライド110以降のやつに関しては、まあ、ドッターっていう、まあ、割とこうバイオリナックスにプレインストールされてるからサクッと使えるコマンド的に使えるやつがあってみたいな、それぐらい あのノリで結構です。で、まあ、とりあえずスライド通りにやっていきますよ。でスライド今111をいっています。でまずやっていただくのは、とりあえずここではシークエンスさんが感情であるかどうかの確認を行おうとしているわけです。で感情かどうかの確認でドットプロットを描きたいときにこうドッターって言って、でその後に同じ配列をこう書くんです。同じ配列を打ち込んでドットプロットを描きなさいっていうことをやります。でこれはもう実行していただいて構いません。まずやっちゃいましょうか。スライドスライド111からですね、こいつをまず実行してください。はい、スライド112のような状態にまだなっていない人、なっていない人、あ、じゃあもうちょっと待ちましょう。このあたりマシンスペックでだいぶ違ってくると思います。まだなっていない方も一応スライド111のようなところまでは行ってますよね。大丈夫ですね。こんな感じにはなっている。エラーメッセージが出て止まってるとかっていうところだと TA の方にチェックついてもらいますけども、これ大丈夫ですかね。これぐらいのところだとメモリー2ギガしか与えていなくても多分大丈夫。代用 PC、 あ、すいません、一人手上がってます。中里さん間違いです。中里さん間違いあ、もう一人いらっしゃいます。もう一人、あ、じゃあもう一人お願いします。すいません、さっき手上がってた時にあ、今、あ、中里さんの近くです。中里さんの近く、はい。他いらっしゃいますか。これも普段自分のやつだけでうまくいってる方はなかなか理解しづらいところかもしれませんけども、昨年度の講習会の一番最終日に出られてた方は衝撃的に覚えてらっしゃるかもしれませんけども、私の動作確認で徹底的にうまくいってて、昨年度の講習会の最終日のトランスクリプトアセンブリーのところで私だけが失敗して他の人全員うまくいったっていう、そういうこととかもあったりするんですね。で私悪くないんですね。同じコマンド打ってるはずなのになぜか私だけをこけるとかっていうですね、そういうこともまあよくあるんです。 Linux の世界っていうのはですね、本当に自分はこの環境でうまくいったんですけどとかっていう感じで残念ですねみたいなご愁傷様ですみたいな感じで終わるパターンが割と質問メールとかは多いですね。まあ、そんなもんです、はい、トモコさん、あれを買ったらちょっとしたら Windows でレッツノートだから大丈夫っぽいんですけどね。あ、今見てらっしゃる方、あ、行きました、行った、あ、パーカーの方大丈夫ですか、もう OK、 あ、よかった。対応 PC でうまくいってないようなのも感じですね。OK、うまくいった。はい、おめでとうございます。はい、で今スライド112を示してますけども、計3つのウィンドウが立ち上がりましたね。でこれドッターのプログラムの出力なんで、もう今更別にあそんなもんねぐらいな感じで別にいいんですけども、まあ、一応説明スライド通りに説明していきますと、まず赤枠ですね、3つのウィンドウが立ち上がってるうちの1つ、グレイアンプツールってやつですかね。でこれもよくわからんですけども、まあ、とりあえずコントラスト用なんでしょうみたいな。で2のこのアライメントのあたりですね、ここら辺を適当にこうポチってクリックしてアライメントのウィンドウをアクティブにしておきましょう。何をやるかっていうと、まあ、左側のスクリーンでいうところの穴あたりで適当にポチってクリックしてグレイアンプツールを後ろの方にしちゃえって、そういうことですね。
こんな感じで見えますよね。右側のスクリーンで示してますけども。OK ですね、このあたりね。今スライド113ですよ。はい。で、この1で示しているこのドッタのアライメントツールってやつはですね、比較している2つの配列のアライメント結果を表示してくれるものです。で、このドッターっていうプログラム自体は、今回は同じ配列を入力として与えて感情かどうかをチェックするっていう目的で使ってますけども、別に別々の配列同士でもいいんですよ。比較ゲノムでこうなんか生物種 A と生物種 B でみたいな感じでやったって別に構わないわけです。はい。で、この場合は同じ配列同士ですから、この2番の赤枠ですね。2番の赤枠の部分っていうのは完全に一致するわけですよ。だって同じ配列を比較してんだから。で、この3番のところですね。この3と4のやつは何を言ってるかっていうと、レブコンプっていうふうに書いてあります。リバースコンプリメントの意味なんで、リバースコンプリメントにしても一定の割合でこう同じ配列のやつが出てくるから、こうポチポチとこう一致しているところは水色のでハイライトされているというわけですね。要するにまあこういうアライメント結果もあるのねぐらいな感じでいいと思います。はい。でスライド114なんですけども、でさらにその下側に見えてるやつが、今我々が見たい主目的のドットプロットということになります。ですからこの1のあたりですね、ドットプロットが見えるあたりで適当にこうポチッとなとクリックしてドットプロットのところをアクティブにしてみましょう。いいですかね。で、まあ、スライド115のようだと、このまず1番のところでは76711656みたいな感じでこうなってますけども、これ座標情報ですから、左側のスクリーンのやつと一緒に見ていただければいいんですけども、左側のやつはこう数字変わってますよね。どこをクリックしてるか次第でここら辺の数字が変わってきますから、これは気にしなくていいということですね。まずでその上でこのスライド115のやつの場合はちょっとうっすらと見えてますね、右上の方にこの感情であることを示すこう斜め線のやつが見えているわけです。で、なんでこういうラインになってるかっていうと、それはこのドッタープログラムのやつっていうのは先ほどのやつと違って、先ほどのやつって左下だったじゃないですか。で、今回のやつっていうのは左上が原点00だから原点になってるよ。で、こっからスタートする場合には当然こう右下がりのグラフになるわけです。だからこいつと平行になっているものがここにうっすらと見えている。だからこれを見た瞬間に、あ、感情なんだなっていうことがわかるわけなんですね。で、今あいつの方、左側の方のスクリーンだとそういうのは見えないんで、一応こう画面を開いてみて、画面っていうか GUI 画面広げてみます。もしかしたら皆さんと同じようにですね、これをグググググってやってみると、あ、ログイン画面に無事ならずにうまくいきましたけども、裏こんな感じですね。はい、運悪くバイオリナックス8がお亡くなりになった方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ気合でログインし直してついてきてください。今私のやつはうまくいってもうバッチリ見えてますよね、左側のスクリーンのやつね、綺麗ですよね。実際のデータで本当に感情だとこんな具合に綺麗に見えます。はい、じゃあ次行きましょうか。スライド117です。これがですね、ドットプロットの全体像になります。で、このスライド117のこのやつ自体はなんかあそこの画面の上のやつをですね、なんかこう PNG ファイルに保存してとかっていうことをやってるわけでは実はなくて、あれを思いっきり画面でっかくしてですね、でスクリーンショット撮ってこれを撮ってるだけです。
まあ、もしかしたら探せば PNG ファイルでの保存の仕方とかっていうのはあるのかもしれないんですけども、よろしいですかね。多分もうバグってログインし直した方ももうついてこれてると期待していますが、はい。でまあこのスライド117でも改めて言ってますけども、この4全部で45,853塩基あったとあって、でここのだいたい4,000、1,000、2,000、3,000、4,000、5,000、だから4100ぐらいから最後の方まで、4100から最後の方までだから、だいたいこう5000塩基分ぐらいですね。5000塩基分ぐらいがあのバッチリこう同じ配列だっていうことがわかるんです。でここまでで分かった段階で、うん、なんとなくこうここら辺から先ですね、まあ、つまりこの長さでいうところのこう全体のうちのだいたい2500ぐらいからこう切って4250ぐらい、あ、4250ぐらいかで、こうまたプシッてこう切ると、でそれでトリミング終了みたいな感じになるわけなんです。で具体的にどこら辺でやるかっていうのをあのきっちり決めていかないといけないんです。それなんでかっていうと、シークエンスエラーとかでこうとかで完全に一致じゃないんですよね。完全に一致するわけではないんです。5000円気分が丸々一致するわけではないんで、そういった時にブラスト検索をかけることによってアライメントを取って、なんかこうシークエンスエラーとかが挿入とか形成とかないようなところを選んで、そこでこう切り分けるみたいな感じのことをやるんです。でそのためにブラストをこの後実行していくということになります。あ、こう書いてますね、はい。でスライド119のように一回このドッターのやつをブチブチ切っちゃいましょう。ドッターを終了、ポチッとなっと終了です。こんな具合になりましたかね。今スライド121の部分を示していますけども、まあ、コマンド打ち込み可能状態になっていれば OK です。実は私今日はもうだいたいこれぐらいまでいければいいなぐらいな感じで思っていたんですけども、まあやっちゃいましょうか、せっかくだからね。思った以上にこう順調に進んでいってる、逆に言えば皆さんにとっては早すぎるのかもしれませんけども、早すぎると思う人いらっしゃいますかって、なんかちょっと怖そうな目で早すぎると思っている人はいないですよね大丈夫ですかね、はい。皆さんあの NBDC の方はちゃんと見てますからね、これでこう早いとかって書いてあって無駄ですから ね, もうね、はい。ではスライド122です。これは何を言ってる、あ、はいはい、スライド122の赤枠のところですねをこれからやろうとしているということになります。はい、今までで分かったことは、今シークエンス3に注目してやってるわけですね。シークエンス3に注目してますよ。で最初最後に約5000塩基が重複しており、この重複除去がアセンブル後の後処理に相当すると。でもちろんより正確な位置領域を調べる必要があり、著者らはこの目的のためにブラストを用いるということです。で2つの塩基配列同士、つまりこの場合はシークエンス3とシークエンス3の2つを比較するということになるわけなんですね。でこれで最初に私は思ったのは、別にブラストってなんか割と曖昧な感じでチェックを、あの位置領域を探すっていうのがブラストじゃないですか。だから別にブラストを使うよりもなんかあの、スミス・ウォーターマンとかですね、2つの配列をの正確にアライメントを取るってやつやった方がいいんじゃないかなとかって思ってやったりしたんですよ。でやってみると分かるんですけども、うまくいかないんですね。ブラストの方がやっぱうまくいくんです、はい、うまくいくんです。それも経験的にこうやってみないと何ともうまく説明がしようがないんで、興味ある方はやってみてください。でブラストっていうのはなんかあの類似配列を検索するっていうやつだから、同じ配列をデータベ片方をデータベース側で片方をクエリ側としてやるっていうのはなんかちょっとかなりトリッキーなイメージがあるかもしれませんけども、まあ、こんなところでも使えるというふうにおいて、まあ、非常に素晴らしいものではないでしょうかね。
で、スライド123なんですけども、これバイオリナックス上にブラストっていうのは実行できる、もうコマンドとして使えるような状態になっていますので、環状の同一コンティグ同士、つまりこの場合シークエンス3同士を DB 側とクエリ側にして実行していきます。ブラストのインストール自体はここでは行わないですね。多分ブラストプログラムのインストールの仕方とかは多分統合テレビとかに多分あると思います。でスライド124なんですけども、うん、もうこれは読むだけだからいいですかね。でここではクエリー側と DB 側の配列、具体的な入力配列はドットファの方ですね、ファスタファイルの方です。こいつを入力としてブラストを実行するということになります。はい、でまずスライド125なんですけども、これお約束の呪文をそのまま唱えていくだけです。 Linux 上でやった方はことがある方はいらっしゃるかもしれませんけども、この Make Blast DB っていうお約束の呪文をまず唱えていくことになるんですけども、まあ、一応このバージョン確認とかをこのスライド通りやっておきましょうか。作業ディレクトリはどこでもいいんで、この2番のこの Make Blast DB ハイフンバージョンっていう一応やってみてください。よろしいですね、これぐらいね。で、Make Blast DB でバージョン見て、このバージョンがこう 2.2.28 プラスなのねぐらいなもんですね。で、実際のこのヘルプを見たい場合、どんなマニュオプションがあるのかなとかっていうことを見たい場合には、Make Blast DB スペース -H、ヘルプの意味ですね、-H をやって、どんなオプションが使えるのかなみたいな感じのことを見るわけです。はい、やってみましょう。よろしいですね。はい、で -H で見た場合は一般的にはこんなユーセージってあってこんな感じで使うんですよみたいなのがあります。でまあいろいろごちゃごちゃ説明してもしょうがないんで、実際に自分が分かってるプログラムとオプションとかでこの何か括弧の意味だとかですね、そういったものをまあ学んでいっていただければと思います。でこの一番下の方にこの use-help to print detailed descriptions をぶんだらかんだらって書いてますけども、より詳細な説明を見たい場合にはこの help っていうふうに打たないといけないようですね、っていうことが分かるわけです。でスライド127です。でとりあえず make blast db を実行しちゃいましょう。今スライド127をやっています。この1のやつをちょっと説明しますと、make blast db スペースインプットファイルの意味ですね、ハイフンインでシークエンス3ドットファ、こいつをデータベース側の配列とします。でデータベースのタイプはブラスト自体は別に塩基配列に限ったものではなくてアミノ酸配列も OK ですから、この場合は塩基配列であることを明示的に示さないといけない。この時に db タイプ、データベースのタイプをヌクレ塩基っていうことを意味する NUCLにあるわけですね。でスペースでハッシュインデックス、これもお約束のコマンドとして、打ち込んでいきます。これアンダースコア消えちゃってますけども、左側のスクリーンにちょっと見えてますね、一応ここら辺に
ハッシュインデック、ハッシュスペースイン、あ、ハッシュアンダースコアインデックス。こんな感じで打ち込みます。はい、これ実行してください。はい、コピペスライド128のやつがまだ終わっていない、スライド127でいいや、7の人 が終わってない人、まだ終わってない人、エラーが出ている人、大丈夫ですね。はい、メイクブラスト DB こんなに早いのって思われるかもしれませんけども、データベースが sequence3.fa だけだからですね。一般的にはそのもうでっかい配列をなんかヒトゲノムとかをメイクブラスト DB とかやってデータベース型として使うみたいなのが一般的な使い方だと思いますけども、これ何しろ4万5000いくつでしたっけ、それぐらいの塩基配列帳しかないんで、メイクブラスト DB も一瞬で終わるというわけです。でスライド128なんですけども、これはあのメイクブラスト DB 実行前はシークエンス3なんとかってやつは1個しかなかったんですけども、メイクブラスト DB 実行後はこんな感じで発行分ファードとなんとかかんとかってやつがいくつかできていると、これがまあ正しいメイクブラスト DB 実行後の状態ということになります。この中身の説明なんてしません。これができていればとにかくブラスト実行できるんだぐらいでいいと思います。私もいちいち中身は知らないですね。知る必要もないですね。使えればいいわけですからね。よろしいですかね。はい、じゃあ次行きましょう。ブラスト本体やっていきますよ。スライド129です。ブラスト N を実行します。ブラストって言ってるのにブラスト N って何ですかっていう方が、まあ、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、これもブラストは、塩基配列のデータベースに対して塩基配列をクエリーとして与える場合にはブラスト N だしとかいろいろありますよね。アミノ酸配列を入力として塩基配列のデータベースにやる場合とかだとか、翻訳してやるデータベースが翻訳してとかなんかいろいろありますよね。でそういう時にこのブラストほにゃららみたいな感じでここら辺 の文字列が若干変わってくるというものです。で今この場合は両方とも塩基配列ですね。データベース側も塩基配列だし、クエリーとして与える問い合わせたい配列もシークエンス3.fa だしみたいな、そういうことなんでブラスト N を使うことになります。で、-db これデータベースの意味ですね。データベース側はシークエンス 3.fa だし、クエリー側問い合わせたい配列もシークエンス 3.fa ということで、まあ、事実上あの同一配列同士のドットプロットみたいな感じの同一配列同士のブラストをやっているということになります。で今スライド129を言ってるんですけども、ハイフンアウトプットでハイフンアウトで出力ファイルの名前をシークエンス3ハイアンダースコアブラスト .txt みたいな感じで作るということになります。はい、これ実行してください。はい、ブラスト A の実行は無事終わりましたよね。終わりましたね。
でこのブラストの計算自体も一瞬で終わることが分かると思います。スライド129から130に切り替えます。切り替えました。で出力ファイルは自分で指定したシークエンス3アンダースコアブラスト .txt っていうものがちゃんとできていることが分かります。分かります。これがない人はいらっしゃいますか。スライド130でシークエンス3ブラスト .txt がない人、皆さんありますか。若干若干というかゆとりが相当あるんで、私が疑問に思ってて最近心を改めた、心を入れ替えた話を、ちょ小話をしますけども、これアンダーあじゃあハイフンアウトってやって出力ファイル名を書くっていうのが多分一般的なんだろうと思うんですけども、私はですね、プログラムの中でいくらこの出力ファイル名はこんな感じで作るよとかって言ったって、これ特にこの後ですね、ハイフンアウトとかっていうのを出力ファイル名指定しなかったら、こう標準出力でガーってこう表示されるじゃないですか。それが一般的で、で標準出力にこう出力されるやつをこれ何を言ってるかというと、今左側のスクリーンでお示ししますけども、こういう状態ですよね。ああいう状態、左側のスクリーンのような状態でリターンキーボチって押すと、オラーってこうブラストの結果が表示出力されるじゃないですか。で私のこれまでのずっとやってた出力ファイルの書き方っていうのはこんなんですね。こんな感じなんですよ。こんな具合、リダイレクトでファイルに保存みたいな感じのことをずっとやってたんです。こっちの方が分かりやすいしみたいな。でプログラムによってはなんかハイフンアウトでやったりハイフンアウトプットだったりとかってので鬱陶しいんで、もうこんなの完全無視だったんですこれまで。だけど確か去年の講習会だったと思うんですけども、私が確かこんな感じの書き方をしていて、こんな書き方よりもですね、こんな感じでなんかハイフンアウトみたいな感じで、確かうろ覚えだから間違ってるかもしれませんけども、なんかハイファンオミトみたいな感じで指定通りの出力ファイル名の書き方でやった方が早いよっていうなんか指摘を受けた記憶がなんとなくあるんですね。で実際になんか示してもらって、圧倒的なこうなんていうの、計算時間の差を見せつけられてですね、大変申し訳ございませんでしたっていうような感じで、まあ、心を入れ替えたっていうのがあるんですけども、まあ、ああいう感じの書き方をまあしない方がいいらしい。ものによってはかもしれませんけど、たまたまかもしれませんけども、はい、そういう小ネタでした。一応これもデータね、これぐらいのブラストだともう一瞬で終わっちゃうから別にどっちでもいいよみたいな、 0.5 秒が 0.3 秒になったって関係ねえよっていう感じかもしれませんけども、もっとたくさんの配列とかになってくるとそうはいかなくなるらしいですね。このあたりの小ネタに関して何かコメントある方いらっしゃいますかね。よろしいですかね。はい、じゃあ行っちゃいましょう。スライド131です。でここからはブラストの出力結果のファイルをダバダバ眺めていってですね、で正確なアライメントを眺めて切断箇所をクオリティスコア分布と合わせて判断するっていうところになっていって、本来であればこの中身をちゃんと理解していくっていうのは、この脳がとろけ始めた皆さんに教えるのはですねやめた方がいいんじゃないかと思うんですけども、あと45分もあって早めに終わるっていうのはちょっとさすがにですね、人によっては遠くから来てるからもっとみっちりやってくださいよって言われる方がやっぱ多いし、その通りだと思うんで、どんなに疲れてようがですね、この後寝ればいいだけですからやっちゃいましょう。でスライド132ですけども、まずブラストエンドの実行結果ファイルを眺めるべくヘッドコマンドを実行して、最初の10行分を一応見ときましょうかっていうことですね。ヘッドシークエンス3アンダースコアブラスト .txt です。はい、スライド通りにやっていきましょう。
あ、ちなみに今皆さん画面があのあんまりこうあのむぎゅってこうなんか、横幅が広くなければ最後のこの J あたりで J の前とかでこう切れたりとかするとかなり見づらくなるんで横幅広げといてください。これぐらいで広げてる途中でまたあのバグってログイン画面になるかもしれませんけども、まあそれは、はい、ご愁傷様ということで。あの前の画面ぐらいまで広げてると大丈夫ですね。左側のスクリーンぐらいまでやっておくと OK です。はい、それができた方はこのスライド132の下側のような感じで WC も一応やっといてくださいね。はい、よろしいでしょうか。皆さん行数は3852行になっていますよね。今スライド132の2の実行結果、WC の実行結果です。誰かのツイッターのやつで WC-L でしたっけかね。WC-L ってやつで行数だけを表示させることもできるよっていうのは、なんか 見た記憶がありますけども。まあいろんなオプションがあります。私はあの、そういうのオプションあることは知ってるんですけど、もういちいち書かないですね。WC でダイレクトにファイル名やっちゃいます。でも一番左側の数字が行数だって分かってるから、はい、でこのブラストの実行結果は3852行からなるんだということで結構開くとでかいんだなっていうことが分かります。ここの段階でだいたいそれぐらいの行数だっていうことを把握しておきます。で次にですね、これはレスで見たい人は見ても構いません。一応あの左側のスクリーンではレスで開きますね。レスで開くんですけども、私実はレスとかをですね、普段あの知ってる人は知ってるんですが、私普段 Linux ユーザーでは全くないんで、あのそういうのつらいんですね。だからホスト OS 上で開き、Excel で開いちゃったし、それはちょっとありえないんで、ワードパッド、ノートパッド、メモ帳でいける？あ、いけない。概要崩れてますかね。概要崩れてるっぽいな。じゃあワードパッドでどうだ。あっこんにゃろうって感じですけど、もう用意下がれって感じですね。もういい、メモ帳でいっちゃいましょう。画面いっぱい、まあメモ帳で開くとこんな具合っていうところで、まあ、さっきの話はなかったことにして、あの左レスで普通にやりましょうか。レスでいきましょうかね。はい、レスでリターン、左側のスクリーンはレスで開いたところになります。で右側のスクリーンでまあ行っていきますけども、今スライド133を行ってますよ。で、一つ前のスライドヘッドで見た最初の10行分っていうのがこの赤枠に相当するわけですね。赤枠部分に相当します。でこの下の方のやつがあのブラストをかけられた方は多分ほとんどが1回ぐらいかけたことがあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、大体見覚えのあるブラストの出力結果のフォーマットになっていると思います。でスライド134なんですけども、まず1番目の赤枠の部分ですね。これがデータベースって書いてありますけども、データベース側の配列はシークエンス3.fa で、1個の配列しかない。ワンシークエンスで45853っていう配列帳だということです。で、2の赤枠の方はクエリー側もシークエンス3で、レングスが45853ということで、まあ当然同じですよね。同じ45853塩基からなるという情報になります。これは当たり前のことを確認しているだけです。
どうしましょう。ここら辺の話をする前に一旦休憩入れますかね。このまま6時過ぎぐらいまでやると多分、ね、とろけると思うんで、5分だけ休憩しましょうか。35分からにしましょう。一旦トイレ休憩入れましょう。35分からです。書けなかったですね。本当ですか本当かなって感じだけど、まあいいや。あのアイデンティティーズ、同一性っていうところで、あの 100% っていうのは 100% 一致ってなってますよね。でこの45853っていうのが、まあ配列の長さで、スコアとしてはだいたいこの配列帳の 100% 一致だから、これの2倍ぐらいという感じになるわけです。84680とかだな、そんな感じですね。で期待値 E バリューも 0.0 だし、ギャップも当然ない。ギャップが1個でもあったらそれはおかしいですよね。間違いなくおかしいわけです。でストランドも当然のことながらプラス差同士になってるから、プラスプラスっていうふうに見えるわけですね。あ、スライド136に書いてますね。でトップヒットのアライメント結果っていうのは、あのドッターによるドットプロットの左上から右下にかけてのこのなアライメントに相当しますよっていうことなんです。はい。でスライド137なんですけども、ブラスト結果の中でヒット総数です。どれくらいこのヒットしたかっていうのを調べたい場合には、この赤枠で示すような多分スコアスペースイコールとか、あと多分アイデンティティーズとかでいいと思うんですけども、まあ、この場合この赤枠の文字列を含む行の数をグレップで調べちゃえばいいんで、それをやってみましょうということです。でスライド138ですね。でこの1番で書いてあるこのグレップスコアスペースイコールでシークエンス3ブラスト .txt リターンってやった結果です。もう一応皆さんやってみましょうか。レス1回開いてる人を終わらして、はい、できてますよね。でスライド138のこのグレップの結果なんですけども、これグレップでスコアスペースイコールっていうふうに、これ検索文字列に相当する部分がこの赤字で表示されてますよね。赤字で表示されていると、で慣れてくるとこの結果をザバーって眺めただけで、あの、まあ、当然トップヒットはあの 100% 位置のアライメントですよね。アライメントシークエンス3同士の 100% 一致のやつで、あのドットプロットを最初に眺めてるわけですよね。でドットプロットを眺めているから、ここら辺のドットプロット全体像を知ってるわけですよ。知ってるわけです。で今我々はこの中でまずこいつが一番になるのは当然だよねっていうことが分かった上で見てるわけですね、ブラスト。で次にもうこうパッと見た瞬間に、ここの長さのやつとここの長さの重複配列ですね、その部分のやつがブラストの2番と3番に来るはずだっていう、もうことが分かるわけです。絶対そうなるだろうというわけです。そういう前提でこのブラストの結果のグレップの結果を眺めると、あ、こいつとこいつなんだなっていうことが分かりますよね。この2つです。はい。でこの2つまでがこの重複配列のところなので、じゃあその後の4行目4つ目以降のやつっていうのはスコアもすごい小さいし、あ、スコアもすごく低いし、全然違うじゃないですか。8000いくつってやつも106とかってやつ、ね、これなんかもう本当に倍チャンスなんだろうなみたいな、そういう目で見るわけです。ですからもうこの、最初の3つ以外はこう見なかったことをするみたいな感じでいいんですね。あるいはその
E バリューなりスコアとかでこうなんかこれ以下のスコアのものはもう見ない、あの最初からフィルタリングで落とすとかですね、そういうブラストのオプションとかでやっちゃって、あの公式に見ないようにしても別に構わないということです。で今回のこのブラストの結果自体は特にオプションとかをいじってるわけでは全くないんですけども、まあ、当然見えるべきものはちゃんと上に上位に見えてくるわけなんで、あんまりあの敷地とかにこだわる必要はこの場合はないということです。で、スライド138のこの2番目のやつですね、一応これグレップで -C ということで、ある程度多くなってくるとスコアガーってこうなんかこう20とか30とかになってくると一体いくつあるんだろうとかっていうことが気になるんで、グレップ -C もかましといて、また10個なんだねみたいな感じの確認はここではやってます。みんな一番、皆さんいちいちやんなくても構いません。はい、でスライド139、あ、これはもう さっき言ったやつかな。139段ですけども、あ、はい、すいません。スライド139。スライド139はこれ何をやってるかを今私思い出してただけなんですけども、グレープのこれティップスですね、チップスです。グレープ -N っていうテクニックを使ってるんですよ。これ何かっていうと、グレープって基本的にはその検索文字列ですね、スコアスペースイコールっていう文字列を含む行を表示するんですけども、 -N っていうオプションをつけるとそれが何行見ぬに出現したやつかっていう情報もこの緑色での部分で何行目かっていう情報が分かるということです。でこのような情報を頼りにすることによって、あのまあより全体像を把握しやすくするみたいな、そういう効果を期待してるんでしょうね。でその上でこの3番の WC ですね、 WC コマンドで行数、全体の行数をまた改めて3852だったなみたいな感じのことを見とくわけですね。はい、で1番やって3番で2番を飛ばしちゃってるんですけど、2番のやつっていうのが今我々が着目したい部分のやつに相当しますよね。まあこの2番のやつの1個上でもいいんで、どっちでもいいんですけども、まあ、例えばこの2番の3425っていうところで、我々が今着目したいのはこのこいつかこいつのアライメントなんですね。目的を思い出しましょうね。今我々は重複領域があることが分かっていて、そ あのブラストのヒットに相当する部分がこいつらだということです。でどこの部分をあのカットするかっていうことを確認したいがために、今我々はブラストのアライメント結構長めに行こうとしている。長めに行こうとするときに、この出力ファイルの中のファイルの中の何行目のあたりをチェックしに行けば合理的かっていう観点で見てるわけです。ですから3425行目あたりを見に行けば、この3番目のヒットですね、のヒットのところのトップに行くんだろうなってことが分かるわけですね。はい、で、もうちょっとあのグレップを使ってですね、若干マニアックな話になってるんですけども、これ一応これ打っときましょうかね。スライド140ですね、スライド140、グレープ -A ってやつです。これは検索文字列の後ろ3行分を表示させるみたいな、そういうマニアックなコマンドになるんですけども、おどうでしょうか。なんか1シータ行を含めて後ろの3行分ですね、
一致した行を含めて後ろの3行分を表示、だから赤枠のような感じが一塊で3行分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 みたいな感じで表示されるということです。でこんな感じで表示させるメリットとしては、ヒットごとのこう全体像アライメントを抜きにして全体像を把握することができるっていうメリットがありますよね。で例えばこの2番のやつっていうのがトップヒットに相当して、このここら辺ですね、ここら辺が今我々が着目しているやつになるわけですよね。で E バリューは0だし、アライメントとしては4901塩基分あって、でそのうちの1領域は4869ということで、あの 99% のアイデンティティだと。でこれを眺めるだ見るだけでも、あの 100% 一致ではないことは間違いないですよね。だからどっかにギャップとかが入ってるから、やっぱりちゃんとアライメントを見なければいけないということがここからも分かるわけです。であとはこの4901っていうこの数字がこの対角線上の端っこの対角線のやつの長さと大体一致してますよね。5000塩基ぐらいだというところで、これもあの非常に自分が見ているところが妥当なんだなっていうことがよくわかるということです。あ、これそれがスライド141で書いたんですねもうダメですね、なんかねだいぶお疲れのようです。でこのスライド141で、改めてこれの通りに読んでいくと、この2番目のセカンドヒットとサードヒットのやつでどっちがこのどっちなんだろうみたいな、そういうの気になるわけですよね。まあどっちでもいいじゃんっていう、言ってみればどっちでもいいんですけども、どっちでどっち側を見てるかっていうことを完全に掌握しておかないとやっぱりまずいんでということです。はい。でどちらがどちらに相当するかっていうのは、1個前のこれ、この辺りですね、それがこの辺りの数値と関係してくるんですよね。で実際に例えばサードヒットのやつが3425行目以降からっていうことになるから、この3425行目のところを実際に眺めていって、アライメントを眺めていって、どっちの方に対応するのかっていうことを見ていけばいいということになります。ここまでで何かございますでしょうか。よろしいですか。はい。早いですか。もうどうでもいいですね、そんなので、はい、スライド141です。で今はこの赤枠の一番あたりの話です。ページ107ページの左真ん中あたりです。でここまででブラストで重複配列のアライメントを今 見ようとすっていう状況なわけですね。でこれからアライメント結構眺めて重複除去のするポイントを決めに行くということになります。でスライド143でレスをやっちゃいましょう。レスで開きましょう。スライド143です。レスシークエンスさんブラスト .txt ですね。裏このスライドの画面通りだと、スライド143通りだとこうレスだけで見ることになるんですけども、実は行番号を表示させるテクニックもあるんですね、レス使うときに。でそれが -large_n っていうやつです。でこれをやることによって、自分が今こう行番号も一緒に表示してくれますから、それでこう自分が見たい3000
何行目でしたっけ、なんかそのあたりを一応調べることもあのチェックしていくことも一応できます。ただここではあんまりやっちゃうと今左側のスクリーンなんですけども、これをやっちゃうと行番号分まであの横幅取っちゃいますから、またさらにこう開業が余計にこう入ってきちゃって見づらくなるっていう難点が出てくる。まあ、こんな具合で行番号見えるんですよ。行番号一応見ようと思ったら見れるということです。はい、これでこう3000何行目までこう一気にこういくとかっていうふうなやり方もまああるといやあるんですけども、もう疲れてきてる時に余計なこと言うなっていう感じかもしれませんが、まあそういうやり方もあるんですけど、オーソドックスにここではレースで。あのスライドの今日、講義資料通りに改めてやっていきますよ。改めてやっていきます。そのあたり好き好きですんで皆さん好きにやってください。はい、レスで開いたところから話をしていきます。でスライド143でやろうとしていることは、あの行番号がどうなこうだっていうことよりも、あの当時の私はですね、このスコアアンダースコアスペースイコールっていう文字列で検索して、1回目にヒットするやつはあのシーケンス3同士のトップヒットのやつなんだろうと、で2回目にヒットするやつ、3回目にヒットするやつっていうものが自分が見たいアライメントのところなんだろうっていうことは分かるように想像つきますよね。だからそれをあのここでは教えようとしてるわけですね。はい、でスライド144がレスコマンドでシークエンス1ブラスト .txt を開いた直後の状況になります。でそれは今あの左側のスクリーンのやつと同じものになります。でここであのちょっと下の方で見づらいかもしれませんが、スライド145ですね。スライド145です。スラッシュ検索文字列っていうふうにやってでリターンキーを押すわけですね。でスラッシュ、この場合はスコアスペースイコールですかね。よろしいでしょうか。左側のスクリーンのやつはリターンキーを押しますよ。左側のスクリーンにタッチもします。ポチッとなって感じですね。はい、で最初に見えるやつがあの自分でもう、ドットプロットやって分かりきっているシークエンス3の配列の全長同士の 100% 一致のアライメントなので、もう完全に一致してますよね。こう縦線バーッ入ってるわけですね。まあ、当たり前といえば当たり前ということになります。でこのブラストの結果自体は60延期ごとでこう開業っていうかあのアライメントが終わってるみたいな感じになってますね。はい、で次に N って打ってください。スモール N だかな、スモール N を左側のスクリーンで申しますよ。スモール N ポチッとなって、でそうするとトップヒットの次のやつですね、検索文字列で2回目にヒットしたものに行きます。スライド147のような感じになってますよね。でこれがセカンドヒットのアライメントということになります。はい、だいぶ疲れてきましたね皆さんね。でこの時にあの画面を横幅結構取っとかないとあの崩れてますよね。崩れてますよね。多分多くの皆さんがこんな感じで崩れちゃってると思うんですけども、あの今あえて私はあのレスをやった時にあのハイフンラージ N で表示させないようにしたのはこういう理由があるんですね。ハイフンラージ N をやっちゃうと余計にこうあの幅を余分に取っちゃいますから、見づらくてしょうがなくなっちゃうんですね、こういうブラストの結果とかを眺める時に。だからやってないです。はい、
でこの結果ですね、このスライド147を眺めることによって、この1ですね、赤の1番で書いてあるようにクエリー配列、今この場合はクエリーの一致した領域の最初のポジションが40967番目の T っていうやつですね、こことサブジェクト、データベース側の配列の1番目としてかなりいい感じで、いい感じでというかアライメントされているということが分かるわけです、はい、もうこれをバーッと眺めて、うん、確かに完全に重複しちゃってるんだろうなこの辺りっていうことが分かるわけです。でこの時にブラスト結果の基本的なこの読み解き方っていうことが分かっていないと、これを見てどのようにこう重複除去やっていっていいのかがよくわからないっていう感じになっていきますから、これ大丈夫ですかね、データベース側の1番目とクエリー側の40967番目のアライメントみたいな、そこからずっと順番にアライメントがいってるっていうことです。で例えばこの辺りとかだとクエリー側の41147番目の T とデータベース側の180番目のいいみたいな感じに見えてるわけですね。はい、でこの結果から、どっちはデータベース側かっていうふうにかっていうことがもう私はもう頭がほぼとろけてきてるんで説明がもうほぼちゃんとできてるかどうか分かりませんけども、多分 こっち側がデータベース側ですね。こっち側がデータベース側で、こっち側がクエリー側で、クエリーの40967番目の延期からとデータベース側のデータベース側の1番目の延期が完全一致してるとかっていうそういう意味合いで捉えればいいんですね。大丈夫ですかね。はい、だからもうこの辺りは何だろう、やっぱりドットプロットと合わせて全体図を把握していかないと辛いところになるわけです。ブラストの結果だけだとかなり辛いですよね、この辺りは。だからいろいろもう使いこなしながらやっていくしかないということです。それでスライド148からスライド149に移行していますけども、このアライメントでかなりスコアも高いんですけども、先ほども言いましたように全体の配列として4901のうちの4869個が一致していて 99% だと。でギャップがそのうち31個ギャップがあると。で例えばそれはこの辺りに相当するんですね。2番目のクエリー側は C がでデータベース側にはここはないっていうのかな、なんて言っていいのか分かんないですけど、あとこの3番目のあたりとかですね、こういうところにこう欠失、データベース側に欠失があるみたいな、こんな感じで読み解けるわけですよ。はい、でこの31個っていう数を重視する必要は全くないですね、実質的にはね。はい、というのも全体で4901塩基のアライメントのうちたったの31個だけっていうことですから、実質的にもして構わないということです。で今度はスライド149から150なんです。150のやつは何かっていうと、1回また N を打ってんです。 N を打って3番目に一致するヒットのやつを眺めてるわけです。左側のスクリーンでも N を一発打ちますよ。裏打ちました。で変わるとよくわからないかもしれませんが、今この右側のスクリーンだとスライド149と150を行ったり来たりしてますけども、これで全てが分かる人は分かる。入れ替わってるだけだっていうことが分かりますよね。入れ替わってるだけであることが分かるわけです。もうこの赤枠のあたりとか、完全にちゃんときっちり入れ替わってますよね。ほら、上記が入れ替わってるだけなんです。だからデータベース側がどうだこうだとか、クエリー側がどうだこうだとか、あんまりそういう問題の話では全くないですね。だって同じ配列なわけですからね。だから、何が言いたいかというと、2番目と3番目のヒットのやつはクエリーとサブジェクトが入れ替わってるだけだということなんです。
でつまり何を見てるかっていうと、この部分を見てるかこの部分を見てるかだけの違いがだと、だとそういうことですね。はい、でスライド151なんですけども、今、ね、左側のスクリーンのやつは3番目のヒットのやつですね。3番目のヒットのやつになるってるんですけども、この状態で上矢印キーですを、なんか適当にこうスパッパッパッパーってこうやってみてください。10回ぐらい押すとこんな感じになりますよね。でそれがスライド151のような感じに見えています。でここの目的はサードヒットの最初の方とサードヒットの最初の方とセカンドヒットの最後の方を一緒に見たいがためにこんな感じのことをやってるわけです。でトリム候補領域っていうのはどういうところを見に行くかっていうと、結局4901個のアライメントの領域があるわけなんですけども、そのうちの真ん中あたりですね、真ん中あたりだから2500番目の塩基ぐらいだからこそ、この2390から2510あたりのところを見てるっていうことになるんですけども、そのあたりをザバーってこう見るんです。でその時に例えば2500ぐらいだからここら辺だけでいいじゃないかっていうような感じはあるかもしれませんけども、割とこのアライメントがかなりいい感じ、いい感じってつまりこう縦棒しかないっていうことを意味するんですけども、そういう領域 3箇所分ぐらいですかね、この3レーン分っていうんですかね、それぐらいはバッと眺めてギャップとかがない領域で、かつ2500番目ぐらいに近いところっていうのを探すわけです、探すわけです。でどこにもミスマッチとかギャップがないっていうことをここで確認しています。でスライド153なんですけども、でここら辺でトリムをやることにします。で左端にするところがポイントなんですね。で左端にすることによってこの245番目のところっていうこととデータベース側は4342、3番目でアライメントが取れてるってことがもうここの数字で分かるからなんですね、はい、でここら辺を使うことによって、スライド153から154に移行するんですけども、今スライド154ですよ。でもうほとんどの人がついていけてないんだろうなって思いながら喋ってるんですが、例えばクエリー側の2450番目、ここをスタート地点にするして、で最終的にアライメントの最後の方っていうのは自分でもあんまり何言ってるのかよく分からなくなっていくんですけども、ここら辺が最後の方になるんですよ。ここが最初の方になってトリム後の、ここら辺が最初の方になって、ここら辺が最後の方になるような場所っていうのがここなんです。ね、多分半分ぐらい多分ダメなんだろうなっていう感じなんですけども、はい。でこの辺りはどのタイミングで お疲れぐらいがどのタイミングで喋るのかがわからないからこそ予習をちゃんとしておくと、今頭疲れてるけど予習してるからどうにかついてくれるっていう人がたくさんいることを期待してちゃんと見ておいてねっていうことを言ってるわけなんですね、はい、これもブラストの結果のなんかマニピュレーションっていうんですかね、それが完全に掌握できてないとかなり相当辛いところですね、はい、で、まあ、何が言いたいかというと、手順としてはとにかくこの左端のやつを着目してこの2450、43423っていうのをアンカーとするっていうイメージです。でそうすることによってこのスライド154って書いてあるように
最初の方、トリム後の最初の方がこの1で書いたような感じになって、トリム後の最後の方が配列がこんな感じ、2のような感じになるはずだっていうふうに解釈することができるということでいいです。で、一旦 Q で終了しましょう。で、もう相当進んだんで、まあ、これぐらいにしておきましょうか。はい。で、明日は今日の後半の最後の方に喋ってたやつをちょっとだけおさらいしつつ、また一気に、スライド310あたりぐらいまでやっていきたいと思います。質問とかないっすよね？ あれば聞きますけどよろしいですか？あ、はい。ブラスト N をやる前にメイクブラスト DB をやってると思うんですけど、あ、すみません、ブラスト N をやる前にメイクブラスト DB をやってると思うんですけど、はい、これもここで出てきたものって何も使ってないですよね。これをやった理由っていうのは何？メイクブラスト DB をやったけどそれを何も使っていないんじゃないか、それじゃあなんでメイクブラスト DB をやるんだっていうのが質問の内容ということになります。で、使っています。結論としては使っていて、ブラスト N を実行するときにこれですね、ここで一見見えてないんですけども、こうシークエンス &ファーとシークエンス &ファーで DB とクエリーが同じやつじゃないかっていうことになるんですけども、実はこのメイクブラスト DB やった後のファイルって、ね、ここら辺で見えてますよね。今スライド129のこれやつ見えてますけども、同じファイル名ですよね。シークエンス &ファーの後はにいろいろ変わってるだけなんですね。で、実質的にこの -db でシークエンス &ファっていうのを指定している段階で、すでにこの .ファの中のこのなんか n なんとかかんとかってやつを見に行ってるっていうことになる、使ってるってことになるんで、はい、だから使ってるということです。他ありますでしょうか？よろしいですか？はい、じゃあ終わりにしましょう。お疲れ様です、今日は。